お前のカルテ勝手に見たけど、40歳で妊娠とかキモすぎ。え、どういうこと？今日産婦人科外来に来てただろ。なんで順次が知ってるの？お前と離婚して、スカ道会病院に転職したんだ。そうだったんだ。でも勝手にカルテ見るなんて、そんなことしていいの？俺は医者だぞ。何が悪いんだよ。あなたは外科でしょ。興味本位で見ただけじゃない。いいんだよ。まあしかし、妊娠7ヶ月か。誰と再婚したんだ？言いたくない。俺と別れて10年。やっとお前を拾ってくれる物好きがいたってわけか。ババアはさっさと捨てておいてよかったわ。30過ぎたら女じゃないからと、あっさり捨てていただいて心から感謝しております。俺さ、あの後すぐに25歳の女と結婚したんだよね。へえ。でもそいつも5年経てば30になるわけじゃん。当然でしょ。人は年を重ねるんだから。そしたら一気に価値が落ちた気がして、また捨てちゃった。何にも変わってないのね。でもそれで気づいたわけよ。これを繰り返せばいいんだって。で、また再婚したのね。そうだな。でもそいつも29歳になったから、そろそろ処分する時期だ。あなたみたいな人間が医者だなんて世も末ね。偉そうな口聞くようになったじゃないか。捨てないでって泣いてすがってた女が。どう記憶を書き換えたらそうなるの？私は泣いてない。呆れてただけよ。ま、別にいいけどさ。高齢出産なんてやめといたら？確かに心配よ。でも大きな病院で万全の体制で出産に臨めるよう頑張ろうとしているの。子供は障害持ちになるな。普通医者がそんなこと言う？俺の患者じゃないし。障害のことも説明は受けてるし、ある程度覚悟はしてる。その点若い女はそういう心配もないもんな。俺もそろそろ優秀な遺伝子を残そうかな。子供がかわいそうだからやめておいたら？アホか。医者の子として生まれて何不自由ない生活が待ってるんだぞ。医者の子であれば幸せという考え方がいかにも順次って感じね。誰と結婚したか知らないし興味もないけど、俺ほどの男じゃないことは確かだろうな。そうね。あなたみたいなクズは私には捕まえられなかったわ。言うね。今後病院で会っても話しかけないで。なんでだよ。昼飯くらいおごるぜ。何が楽しくてあなたとランチしなきゃならないの？生活苦しいだろうからご馳走してやろうと思ったのに。ご心配なく。また話しかけるわ。じゃあな。私はミク、40歳の主婦です。 LINE の相手は元夫。10年前にゴミクズのように捨てられて、その5年後に今の夫と出会いました。出産も望めるかどうかわからない私に、夫は授かればありがたいけど一番大事なのは君だからと言ってくれたのです。私も彼の子が欲しくて頑張った結果、やっと授かることができました。高齢出産で不安もありますが、主治医や夫のサポートもあり、比較的順調に妊婦生活を送れています。しかしここに来てストレスの元凶である順次との再会、関わるなとは言ったものの嫌な予感はしていました。そしてそれは最悪な形で的中してしまうのです。数週間後。信じられない、内心覗きに来るなんて。別にいいだろう、元夫婦なんだから。産婦人科の先生ですら謝ってくれたのに、なんであなたは逃げたのよ。元妻の経過が心配だったからちょっと覗いただけだろ。大騒ぎすんなよ。元妻ってことは他人なのよ。そんなに怒るなよ。何度も見てるんだからさ。ほんとやめて、気持ち悪い。婦人科の先生ってすごいよな。ババアのあんな汚いもんを毎日見てるんだから。最低。冗談だよ。冗談にしてはタチが悪すぎる。病院に抗議するわ。やめろよ。元夫婦の戯れだろ。俺も久しぶりに会って嬉しくなっちゃったんだよ。私は話しかけないでと拒絶の意思を示した。いろいろ言ったけど、俺だってお前には元気な子を産んでほしいわけよ。なのに入院になっちゃうなんてかわいそうに。なんで知ってるのよ。ここで働いてるんだからそれくらいわかるわ。しかし切迫早産か。7ヶ月ならまだ出したくないな。絶対安静だから
そっとしといて。俺が毎日様子見に行ってやるよ。どこの大部屋だ？本当にやめて。あなたの顔を見ると動悸がして息苦しくなるの。そりゃ言い過ぎだろ。一度でも顔出したら転院させてもらうから。俺も最近オペなくて暇してるから相手してやるよ。トランプとオセロどっちがいい？確か医局にあったと思う。どうして通じないの？全部夫に報告するから。お前の旦那に何ができる？あ、まさか私の夫はこの病院の院長よってオチじゃないだろうな。違うわ。だよな。院長は奥さんいるし、子供は娘ばっかりだし。あなたも医者なら早産で入院がどの程度危ない状態なのかわかるでしょ。お風呂も入れないほど絶対安静なの。平気だよ。医者は大げさに言うだけ。私に近づかないで。これは最終警告よ。大げさだな。思い出話するくらいいいだろう。そうだ、俺の次の嫁候補紹介するわ。この病院のナースなんだよね。23歳でピッチピチ。会いたくない。食いたいものあれば LINE してくれ。買ってきてやる。本当に医学部出たの？理解力なさすぎて引くんだけど。お前が照れて言ってるのが分かってるからだよ。もう無理。夫から LINE させる。俺は別にいいけど。忙しい人だからしばらく待ってて。底辺サラリーマンは働き詰めで大変そうだな。じゃあね。翌日。あなたがミクの元夫ですか？そうだけど、お前誰だよ？ミクの夫ですが。ああ、底辺サラリーマンか。俺の子が障害持ちだと決めつけたそうですね。だってミクは40過ぎてんだぞ。それなりのリスクはあるだろ。夫婦で話し合って理解してます。あなたに言われる筋合いはない。俺を誰だと思ってんの？医者だよ。あなたこそ私を誰だと思ってるんですか？中高年の疲れたリーマンだろ。私、国会議員の金子雄生ですか？え、あのイケメン議員。そちらの病院には私だけでなく、うちの党の人間もかなりお世話になってます。財界や芸能界の方もたくさん利用していますが、こんな外科医がいるならもうお勧めできませんね。うちは VIP が多いのが売りなのに。これから院長と会うことになりました。なぜ？私の大事な妻に随分と嫌な思いをさせてくれましたね。その件でお話があるので。あ、いや、それはあなたが旦那さんだなんて知らなかったので。私が議員なら対応が変わるんですか？そりゃ将来の総理候補と言われてるお方ですから。妻の診察に乱入したそうですね。耳を疑いましたよ。それはミクの安産を祈願しまして。ミク？あ、いや、ミクさんです。祈願とは？あなたは神主ですか？違います。内診台で身動きも取れない妻に、40代のは見るに耐えないなと笑ったそうですが、間違いないですか？言ってません。産婦人科の医師や看護師に聞けばわかる話ですが、それでも否定しますか？認めます。多分言いました。妻は今特別室に入院しており、会いたくないとはっきり伝えたようですが、それでも部屋に行きましたね。差し入れをと思いまして。生肉、生卵、マグロの刺身。これ全部妊婦が食べない方がいいとされてるものですが、医師のあなたが知らないはずありませんよね。何ヶ月もうまいものを我慢してるからかわいそうだなと思ったんです。余計なお世話です。先生の奥様とは知らず大変失礼しました。今後は一切近寄りませんので、どうかお許しを。妻は転院させます。そんなことおっしゃらずに、私の責任になってしまいます。あなたのせいですよ。それにこの病院の対応にも疑問が残るので。と言いますと？産婦人科にあなたが現れた後、妻は医師の前で泣いたそうです。はあ。すると産婦人科の医師は上辺だけの謝罪をした後に、後で抗議しておきますので、どうかこの件は内密にと言ったんですよ。そうでしたか。そして上に報告することもなく隠蔽した。これは由々しき問題ですし、この病院全体の体質を表していると思います。そうですね。
うちの病院は若干そういうところあります。その代表格があなただ。そんなことはないかと。病院の口コミ見たことありますか？外科の T が最悪、 T という外科医がポンコツ。調べたところ、 T がつく外科医は寺田さん、あなたしかいない。口コミなんて信用しちゃダメです。ああいうものはよっぽど腹が立つ場合にしか書き込まないんですよ。ちゃんと真面目に治療してるのに。秘書に転院の手続きを進めさせているのですが、院長から電話がかかってきたそうです。院長はなんと。寺田はクビにするから今後ともごひいきにと言われましたが、私はこの病院で大事な妻に出産をさせるわけにはいきません。謝ったじゃないですか。あなたの謝罪なんて何の価値もありません。それからあなた、勝手に妻のカルテを見ましたね。それは別にいいでしょう。お宅の病院には業務に関係のない患者の情報をみだりに閲覧してはいけないという内部規定がありますよね。そんなのあったっけ？妻の診察を覗いたのは軽犯罪法の覗きにあたります。俺は医師として妊婦の様子を確認しただけです。覗きじゃない。患者本人が嫌がっているのが問題なんですよ。たったそれだけで人生積むのか？他には何もしていませんか？いえ、特には。本当ですか？誓って何もしてません。嘘つけ。え？妻の病室に深夜0時過ぎ侵入しただろ。そんなバカなことするわけないでしょ。妊婦とやったことないんだよね。そう言って上に乗ったんじゃないのか？いや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 、ないです。ミクさんがそう言ったんですか？きっと夢でも見ていたんでしょう。妊婦は眠りが浅いですからね。そうですか。あくまでも否定するということでよろしいですね？否定も何もありませんよ。事実無根です。妻は賢い女性なんです。あなたが来るかもしれないと思いカメラを設置していました。え？今すぐに出て行けば大事にはしない。そう言われてズボンを上げながら慌てて部屋を飛び出していくあなたの間抜けな姿まで映っていましたよ。あいつ撮ってたのか。よほど信用されていないんですね、元夫だというのに。そんな。これが何の罪になるかはわかると思います。もうすぐ警察が来ますよ。自分で白状するかと思って最後まで待ってみましたが、やっぱり隠そうとしましたね。証拠なんてないから逃げられると思って。首同行の騒ぎじゃありませんでしたね。あなたはただの犯罪者です。先生、助けてください。誰に言ってるんですか？同じ女を愛した仲間じゃないですか。あなたは女性を年齢で値踏みして、期限が切れると捨てる。そんな男と一緒にしないでいただきたい。違うんです。若い奥さんを取っかえ引っかえしてるんでしょ。なぜ妻にちょっかい出したんですか？それがナースに片っ端から手出してたら噂が広まっちゃって、誰も相手にしてくれなくなって、外での出会いもないし、久しぶりにミクさんに会ったらやっぱりいいなって思っちゃったんです。くだらない。ちょっと最後に妻が言いたいことがあるそうなので変わります。あんたのせいで赤ちゃんに何かあったら一生許さない。どんな手を使っても地獄に落ちてもらう。おい、議員の奥さんがそんなこと言っていいのか？私は議員の奥さんである前に金子雄生の妻でお腹の中の子の母親なの。そんな肩書きがなんだっていうのよ。ミク、悪かったよ。だから被害届は取り下げてくれないか？あんたみたいな野獣を野に放っておくわけにはいかないでしょ。しっかり反省してきなさい。40過ぎたもミクは昔のまま綺麗だった。ババアとか言ってごめんなさい。どこ謝ってんの？そんなのどうでもいいんだけど。どうしたら許していただけるんでしょうか？この世から消えてくれたら。そんなこと言わないで。後日談。順次は私を襲った件と内心を覗いた件で逮捕されました。このことが公になると、過去に順次から被害を受けた患者が病院に押し寄せたそう。治療に関係のないところを触られた、診断が間違っており他の病院で病気が見つかったなど、とても医者とは思えない行為が多々あり、異業停止2年という重い処分が下ったそうです。
加えた刑事では懲役3年の判決が下り、しばらくは塀の中でお医者さんごっこでもすることになるのでしょう。病院の管理体制も問われ、評判はガタ落ち、利用する VIP は皆無となり、患者も離れていき、経営はかなり厳しい状態だとか。私は転院後1ヶ月で退院し、その2ヶ月後、無事に元気な赤ちゃんを産むことができました。夫に似た可愛い男の子です。兄ちゃんの結婚式なのに、なんで新郎も新婦も来てないの？は？お前今どこだ？式場に決まってるでしょ。親族は早めにとか言うから急いできたのに、誰もいないし。うわ。何？会場変更したって案内状出したよな。お前に至ってはメールもしたぞ。知らないよ。私は昨日海外から戻ったのよ。それにメールなんてほぼ見ないわよ。相変わらずズボラなやつだな。電話か LINE してくれないと。したけど。嘘つき。そっちこそ昔から適当なんだから。履歴見ろ、既読になってるぞ。あ、ごめん、履歴あった。メールしたから見とけって。そのことだったの？他にどのことがあんだよ。それよりこの子は何？誰？お兄ちゃんのことパパって言ってるから目に当たるのかな。ボロボロの姿で来てパパに捨てられたって言ってたけど、どうなってんの？逆に俺が聞きたいけど、誰の目で？お兄ちゃんの娘じゃないの？なんで今日結婚する俺に娘がいるんだよ。あ、そっか。いくつくらいの子？10歳だって。俺は今いくつだよ？25歳。俺は15歳で父親になったのか？まあ、なきにしもあらず。ねえよ。この子の着てる服破れてるし、今の時代こんな子いないでしょ。髪の毛だって適当にハサミで切ったような感じだし。ひどい親だな。一体誰の子なんだよ。私も意味がわかんないよ。俺が式場を急遽変更したこととその女の子が関係あるかもしれん。そうなの？とりあえずその子は家に帰せ。余計なここに関わらない方がいい。そういうわけにはいかないよ。とりあえず警察に連れてってから向かうわ。ほっとけって言っただろ。でもずっと私についてくるんだもん。このまま置いていけないよ。どうしよう。電車さえ乗ればこっちのもんだろ。そんなことしたって何かあったら後悔しそうだし。関わらない方がいい。絶対に話したり食べ物与えたりするな。何言われるかわからないぞ。誰に？わからないけど用心しろってこと。わかった。いいから急げよ。お前のせいで親族の写真撮影は後回しになったんだから。30分で着くと思う。披露宴に間に合えばいいよ。ご飯食べたいだけだし。まったく、お前ってやつは。翌日、ルイの母だけど、昨日は随分と娘を可愛がっていただいたようで。はい？うちの娘を連れ回し、最後は捨てたってね。あの子のお母さんですか？捨てたとは警察署に連れて行ったことをおっしゃっていますか？そうよ、普通は家まで送り届けるものでしょ。用事があったんです。それに連れ回して変に疑われるのは怖かったですし。かわいそうなルイ、あなたのせいで身も心もボロボロよ。見た目は最初からボロボロでしたけど。なんてこと。あなたに髪を切られ服を破かれたと言ってるの？はあ、最初からそうでしたよ。私はお水も買ってあげたし、家までのバス代もあげたのに。その水でお腹を壊したわ。帰ってからずっとお腹ピーピーよ。何を入れたの？ちょっと待ってくださいよ。私についてきたのは娘さんの方ですよ。何かあったら連絡してと LINE の ID を書いたメモまで渡したわね。後からおびき出してどこかに売るつもりだったんじゃない？ここまでイチャモンつける人初めてです。今から警察に行って被害届を出すわ。幸い連絡先は分かったし、あとは司法の判断に任せましょう。待ってください。私は何もしていませんし、そもそも子供一人で外に出す親の方にも問題はあるんじゃないですか？バレエのレッスンの帰りだった娘を連れ回したのはあなたでしょ。あの髪の毛でバレエですか？お世辞にもあれで踊れるとは思えませんね。何が言いたいのよ。シニオも結べない長さだし、ショートにするなら踊りの邪魔にならない長さにしないと練習は難しいです。知ったかぶりしちゃって。私バレニーナなんで。え？そんなことはいいんですけど、女の子なんだからもうちょっとみなりに気を使ってあげてください。警察に通報して慰謝料を請求するわ。は？どうしたらそんなに意味不明なことばかり言えるんですか？娘を傷つけたのは事実でしょ。
だったら私からも聞きます。あなたの娘さんはパパに捨てられたと言っていました。あれはどういう意味ですか？まあ、なんて人なの。うちの娘を精神病扱いするなんてありえないわ。なんでそういう解釈になるんですか？うちには立派な父親がいるし、捨てるわけがないでしょう。まるでうちの娘がおかしいみたいに言われて非常に不愉快よ。だから訴えるんですか？あなたも仕事からトラブルは避けたいでしょ？そうですね。家族や職場に迷惑がかかるのは困ります。だったらおとなしく1000万払いなさい。高っ。割り引いてこれよ。本当は2000万欲しいところなのに。無理です。身内に金持ちはいないの？まあ兄が会社をやっててそこそこ持ってるとは思いますが。じゃあその兄に払わせなさい。ケチだから無理でしょうね。じゃああんたがどうにかして払わなかったら警察に行ってあんたを犯罪者にしてやるわ。勘弁してくださいよ。数日後。いつ払うの？何をですか？慰謝料よ。なぜ？あんた何言ってんの？自分が1000万払うって言ったでしょ。あ、じゃないのよ。いや、兄が相手にするなって言っていたのでほっとこうかと。なんでユースキが口出しすんのよ。あれ、なぜ兄をご存知で？え、あ、それはなんとなく勘で。そんなわけないでしょう。ちょっとした知り合いなの。元カノってやつですね。なんで知ってるの？兄が結婚式場を変更したのはあなたのせいだそうです。は？結婚するという情報を知って知り合いに片っ端から連絡して探りを入れたんですよね。何をする気だったんですか？別に。式を邪魔するために娘さんを行かせてパパって呼ばせて結婚式を台無しにする気だったんでしょ。あいつだけ幸せになるなんて許せないじゃない。兄は25歳です。10歳の娘さんがいるってことはあなたおいくつなんですか？30歳よ。年上ってだけで捨てられたの。ひどくない？3年前兄があなたと別れたのは年齢のせいじゃありません。中身のひどさです。はあ？スマホの着信一つで朝まで浮気を疑って問い詰め職場にまで押しかけたそうですね。だって付き合うってそういうことでしょ。兄は今日の今日まであなたに子供がいることを知らなかったそうでゾッとしていましたよ。外泊もしてたのにその時子供はどうしてたんだろうって。当時で7歳よ。留守番くらいできるわ。私あの子を見て正直驚きました。海外を回ることが多いんですが地域によっては物乞いをしている子もいるんです。そういう子たちの目に似ていました。親に全く見向きもされてない。愛情とは何か知らないそんな顔です。うるさいわね。あんたに何がわかんのよ。そうですね。でも放っておけませんので警察と児童に通報してます。勝手なことするな。あなただって私のことを警察に言ったでしょ。連絡来てびっくりしたんですからね。娘がひどい目に遭ったとか嘘ばっかり並べて捕まってないんですよ。だったらいいじゃない。そのせいでパリに戻る予定が伸びたんですよ。公演が迫ってるのに。冗談じゃありません。バレリーナってのは本当だったんだ。兄の結婚式を壊してどうしようと思ったんですか？どうもしないわ。台無しになればスカッとするの。でも式場の変更までは読めなかったんですね。でもおかげで妹のあなたに出会えた。私のさじ加減一つであいつの妹を犯罪者に捨ててられるのよ。最高のアイテムを手に入れた気分だわ。犯罪者になるのはあなたの方ですよ。何バカなこと言ってんのよ。私こっそりルイちゃんと LINE してるんです。何勝手に人の娘と。兄の結婚式の日仕方なく警察に届けました。その時あの子が言ったんです。助けてって。え？だから LINE の ID と電話番号を書いた紙を当てて渡したんです。あなたに見つかるとは思いませんでしたけど、まあ子供なら仕方ありませんよね。目的は何よ。そんなものはありません。ただ助けたいだけです。あの子は十分幸せなの。余計な心配しないで。そうでしょうか。あなたの元から離れたがっています。そんなはずないわ。あの見た目で歩かせてお金を恵んでもらい稼ぎが少ないと罵倒する。あなたが敵視した人間のもとへわざわざ子供を一人で行かせママを困らせないでと言わせる。これのどこが幸せなんでしょうか。そんなことまで喋ったの。やりたくないと言えば暴力で支配するなんて、あなた本当に人間ですか。子供が親を助けるのは当然のことでしょ。いいえ違います。子供にそんな義務はありません。うるさいわね。
うちのことに口を出すな。家庭の中のことは治外法権ではありませんよ。限度を超えていれば警察も行政も介入します。じゃあ、あの子はどうなるの？施設に入ることになると思います。そんなのかわいそう。いいえ、ルイちゃんはそれを心から望んでいるんです。嘘よ。もう嘘をつきたくない。私に何度もそう言いました。あの時、ユウスケが私を捨てなければ今頃幸せな家庭を築けていたはずなのに、何もかもあいつのせいよ。まあ、そうやって一生誰かのせいにして生きていればいいんじゃないですか。何も解決しませんけどね。はあ？あなたを諭す言葉も見つかりません。本当にこの世で一番どうでもいい存在です。ただルイちゃんのことだけは助ける。餌代が浮くのはいいけど、私は怒られたりするのかしら。怒られるだけで済むと思ってるんですか？確実に捕まりますよ。なんで？傷害罪です。私の子よ。ニュース見たことないんですか？そういう親が山ほど捕まってるじゃないですか。我が子だから何をしても許されるなんてことはないんです。私が産んで育てたのに。じゃああなたは自分の親から何をされても黙って受け入れるんですね。そんなの嫌よ。同じ理屈なんですけど。まずいわ。私は明日出国します。ルイちゃんが幸せな人生を送れるよう遠くから祈っています。ユウスケは無事に式を挙げて、あんたもお咎めなし。私の復讐は失敗に終わったってこと？何がどうなれば成功なのかは知りませんが、ユイちゃんにとってはベストな結果だと思います。私はまだ諦めないから。兄は接近禁止の申し立てをすると言ってました。何それ？兄に近づけば捕まります。はあ？数々のストーカーの証拠があるそうなので、それをもとに手続きすれば許可が下りるはずです。そこまでする？するでしょう。娘も復讐の機会も奪われた。私空っぽになっちゃったじゃない。一つだけ全人類を代表してお願いしたいのですが。何よ。今後人と関わらずに生きていってもらえますか？あなたのような人は社会の害悪でしかないので。ひどい。傷ついた。あなたの周りの人はずっとそんな思いをしてきたんです。塀の中で一度ゆっくり考えてみるといいですよ。そんなこと言わずにどうにかしてよ。だる。では失礼します。お願い。待って、見捨てないでよ。後日談。ルイちゃんや近隣住民の証言もあり、傷害罪や窃盗や詐欺の教唆犯として陽子は逮捕されました。また兄は直前で式場変更に関わる損害賠償請求と接近禁止の申し立てもしたそうです。変な女に引っかかった自分を責めていましたが、今の奥さんが陽子の5倍素敵な人なので、プラマイでお釣りが来るんじゃんと慰めておきましたが、ルイちゃんは健康的で清潔な環境ですくすく育っているようです。たまに手紙のやり取りをしているのですが、いつか私の講演を見たいと言ってくれました。招待できるよう、もっと頑張らなきゃ。俺死ぬわ。え？ビルの屋上から飛び降りる。この2年間お前と夫婦生活を送れて最高に幸せだったよ。ちょっと待って、何言ってるの？母さんも俺を産んでくれてありがとう。先立つ不幸をお許しください。あのさ、我が生涯に一片の悔いなし。アディオス。ひょっとして酔っ払ってる？飲みすぎには注意してっていつも言ってるよね。いや、シラフだけど。だったら何？仕事で嫌なことでもあって情緒不安定になってるとか？そんなんじゃない。もっとショッキングな出来事があった。言って。実は今日外回りの最中にひどい吐き気に襲われてゲロっちまったんだよ。本当に？取引先の人にも顔色がやばいとか言われてな、ひとまず病院へ行ったんだ。それで？肝硬変だって言われた。え、それって確か重度の肝臓病よね。ああ、すぐにでも入院した方がいい。移植手術を受けないと命の危険まである。そんなことを言われたよ。そんな。けど急に移植とか言われてもな、肝臓半分分けてくれなんて人に頼めるわけがない。だから俺は死ぬことにした。35年の短い人生だったぜ。アディオス。だからちょっと待ってよ。
どこかに血液型が O 型で自らの肝臓を提供してくれる心優しい人間がいればいいんだが、そんなうまい話があるはずないし。え、私 O 型だけど。そうだったっけ。いや知ってるでしょ。どうやら O 型の人間は同じ血液型の人からしか移植手術を受けられないらしいんだ。うちは親父が B 型、母さんと姉さんが A 型だから家族からはもらえない。そうなるとお前しかいないわけだが、いや、愛する妻に肝臓を提供してくれなんて言えるわけがない。言えるわけがない。なんで2回言うのよ。素直に提供してほしいって言えばいいのに。だって、私は構わないわよ。え、だって夫婦じゃない、かな子。それに軽く調べてみたら、肝臓半分提供しても数ヶ月で元の大きさに回復するみたいだから。まあ手術は少し怖いけど。本当にいいのか。うん、ありがとう。じゃあくれ。だからあげるってば。最初から素直に頼んできたらいいのに。あ、実はちょっと酔っ払っててな、つい回りくどくなっちまった。あ、飲んでるの。シラフって言ってなかった。まあ軽く。なんかちょっとふざけてるとは思ったけど。っていうか肝硬変だって言われたのになんで飲んでるのよ。だから軽くだって。ありえない。とにかく今日限りお酒はやめて。あなたに治す気がないなら私だって提供しないから。うるせえな。え、なんて。あ、なんでもない。とりあえずあと一杯だけ飲んだら帰るから。じゃな。あ、ちょっと。結局ベロベロになって帰ってきた直也。注意しても聞く耳を持ちませんでした。私はかな子、35歳。直也の陽気な人柄に惹かれ交際をスタートし、2年前に結婚しました。彼はもともと飲酒量が多く、いつも注意していたのですが、まさか重病にかかってしまうなんて。はっきり言って自業自得ですが、彼を結婚相手に選んだのはこの私です。なので彼を助けることに迷いはありませんでした。ところがいざ手術が終わると、直也は信じられない発言をしてきたのです。手術後、麻酔から覚めたら教えて。重要な話があるから。ああ、10分くらい前に起きてる。話ってなんだ。手術内容に関することなんだけど、さっき先生からあることを聞かされたの。なんだ、まさか失敗したとか言わねえよな。ううん、そうじゃないんだけど。だったら何でもいいや。はい。どうせしばらく安静にしてくださいとかつまんねえ話だろ。それより俺もお前に言いたいことがある。え、何を。肝臓提供ありがとな。もうお前いらないから離婚しよ。は？俺は若い彼女と結婚するわ。いや、言ってる意味が全然わからないんだけど。実はもうだいぶ前から別れたいと思ってたんだよ。35のババアより20歳のミポリンの方がはるかに魅力的だからな。ミポリン？浮気してたってこと？そう、1ヶ月くらい前にマッチングアプリで知り合った。信じられない。ミポリンは最高だぞ。肌のツヤもハリもお前とは段違い。飲みすぎには注意よなんて口うるさいことも言わねえし。私は妻としてあなたのことを心配してただけじゃない。そういうのがうぜんだよ。正直お前のことなんかいつ捨ててもいいと思ってた。そうだったの。でもそんな時に肝硬変が発覚しちまったんだよ。だから最後に肝臓だけもらっておこうと思ったんだ。お前はちょうど O 型だしな。最低すぎて言葉が出てこない。それに何をそんなヘラヘラしてるわけ。そりゃテンションも上がるだろう。もう体も治ったし、これからはミポリンとの楽しい生活が待ってるんだ。あなたがそんなクズだったなんて思いもしなかった。男はみんな若い女が好きなの。つうわけで俺はこのまま退院する。は？傷口は痛むが体はどうにか動くしな。それにもうミポリンも近くまで迎えに来てるし。勝手に退院なんて許されるわけないでしょ。知るか。離婚届は書いて置いとくからお前が出しとけ。あと今のアパートはお前がそのまま住んでていいぞ。俺はミポリンと失踪するし。はい？今の会社は安月給すぎてやってらんねえんだよ。だからどこか遠くへ行って二人で幸せに暮らすんだ。
話についていけない。でもあんたがどうしようもなくクズでアホだってことは分かった。あっそ。あんたみたいな人間を信用してしまった自分に激しい怒りを感じる。言っとくけど浮気の慰謝料はきっちり請求するからね。そんなもん払うわけねえだろ。これから失踪するからペラペラと喋ってやったんだ。必ず払わせる。いいや、逃げる。探す。あ、いや、考えてみたらその必要もなさそうか。は？どうせあんたの方から私の元へ戻ってくることになりそうだし。何言ってんだお前。誰がババアのところになんか戻るか。ミポリンだっけ？その子と二人で幸せに暮らせるといいね。お前に言われるまでもねえよ。そんじゃあな。数日後。おい、かな子。何？なんだか体の調子が変なんだ。へえ。疲労感が半端じゃないし、吐き気も止まらない。それに黄疸だって出てる。そりゃ大変。手術は失敗したわけじゃないんだよな。うん。じゃあどうして？全然良くなってる感じがしないぞ。確かに失敗はしてないけど、成功もしてないの。は？まだ手術は終わってない。いや、始まってないって言った方がいいのかな。周りくどいんだよ、はっきり言え。麻酔から目が覚めた後、先生が私のところへ来たって言ったでしょ。なんか話したとか言ってたの。あなたはまだ目覚めてなかったから、まず私だけに話してくれたの。手術は中止になったって。え？どうやらあなたの血管に問題があったらしくてね。私の臓器との接続が不可能だと判断されたんだって。なんだよそれ。難しいことはわからないけど、まずはあなたの血管を修復する必要があるみたい。移植手術をするならそれからだって。じゃあ俺の体は手術前と何も変わってないってことか。そう。ふざけんなよクソ。私は言ったはずよ、重要な話があるって。でもあなたはそれを無視して一方的に離婚を押し付けてきた。堂々と浮気まで認めてね。それは、あの時は本当に頭が真っ白になったわ。しばらくあなたが何を言っているのかわからなかった。聞いてくれかな子。信じていた人間に突如として裏切られる気持ち、あなたには想像できるかしら。俺が悪かった。今さら何。あの時の俺はどうかしてたんだ。本当に反省してる。だからその肝臓を提供してほしいって。そうだ、俺の血管を治せば移植手術は受けられるんだろ。だから頼む。ふざけんなクズ。今だってミポリンとかいう女と一緒にいるんでしょ。まあ。失踪するとか言ってたわね。今はどこにいるのよ。ミポリンのアパートに居候してる。体の調子が悪すぎてとても動ける状態じゃないんだ。会社は？やめた。どのみちこんな状態じゃ仕事なんてできやしないし。そうなんだ。じゃ、おい、話はまだ全然終わってない。私の方はもう何もないわよ。離婚届は提出したし、慰謝料請求の手続きもこっちでじっくり進めさせてもらうから。もうあなたは逃げられるような状況じゃなさそうだしね。こんな時に金の話かよ。移植手術を受けなきゃ俺はマジで死ぬかもしれないんだぞ。だから何？私には関係ない。それでも元嫁か。あんたは私を裏切った。何の疑いもなく肝臓を差し出した私をババア呼ばわりして捨てたの。あの屈辱は絶対に忘れない。頼むよかな子、俺はまだ生きていたい。じゃあミポリンに臓器提供お願いしたら。無理だ、彼女は大型じゃない。それにそうだったとしても提供なんかしてくれないと思う。どうして？その女と再婚するんでしょ。どうやら俺が一人で舞い上がってただけみたいなんだ。ミポリンは俺と失踪する気も結婚する気もなかったらしい。なんか俺の顔が少しタイプだっただけらしくて。ダッサ。うるさい。ってことはあんたが治ってないと分かったらすぐに捨てられる可能性もあるわけだ。介護するほどの愛情はないってことだもんね。そうだよ、だからお前に頼んでる。ちなみに彼女はあんたが既婚者だって知ってたの？知るわけないだろ、マッチングアプリで出会ったんだ。ずっと独身設定でやってた。じゃあ慰謝料請求はあんた一人にすればいいか。また金の話かよ。俺は無職だし、そもそも働ける状態じゃないんだぞ。安心して、
あの世に行ったらさすがに支払いは勘弁してあげる。なあ頼むよかな子、俺にはもうお前しか頼れる人間がいないんだ。なんと言われようと無理。もうブロックしていいかな。いやだ見捨てないで。あ、そうだ。え、このアパートなんだけど引っ越すことにしたから。そうなの？あんたに住所知られてるのも気持ち悪いしね。だからあんたと会うことは二度とないと思う。本当に見捨てるのか？俺が死んだらさすがに後悔するだろ。絶対しないかな。化けて枕元に出るかもしれないぞ。そしたらぶん殴ってやる。幽霊に暴力振るっても訴えられることはないだろうし。かな子、そんなこと言わずに助けて。いい加減しつこい。さようなら。待ってくれ。後日談。体調が悪化しミポリンにアパートを追い出された直也は両親に頭を下げて実家へと帰ったそうです。当然働ける状態ではないので親に借金をしながら近くの病院で治療を続けているとのこと。しかしドナーも見つからず日に日に顔色は悪くなっているみたいですね。肝臓の再生能力はとても強いと聞きますが、彼が天に召される日も遠くないかもしれません。慰謝料に関しては直也の両親が立て替えてくれました。断ろうとも思ったんですが、うちの息子がひどいことをしたという謝罪の意味もあったのでありがたく受け取ることにしたのです。もし直也が生き延びたら死ぬ気で働いて返済しろという感じですね。私は無事に引っ越しを済ませ、近くのお弁当屋さんでパートを始めました。今は毎日がとても充実しています。娘とママに捨てられた哀れなおっさん、元気してた？え、リホ、久しぶりじゃないか。ママが再婚相手に逃げられたの。仕方ないから帰ってあげるよ。何を言ってるんだ。俺と一緒に暮らすってことか？それしかないでしょ。可愛い娘のお願いよ。もちろん養ってくれるよね。俺のことをゴミみたいに捨ててよく言えたもんだな。ママが金持ち男に乗り換えて私がそれについていったこと？忘れもしないよ。貧乏人の仮想親父って言って笑ってたよな。トラウマになってるのウケる。そういえばあの時の様子動画に撮ってたの気づいてた？お前そんなことしてたのか？ペット用のビデオカメラを買ってこっそり撮影してたんだよね。あんたの落胆した顔バッチリ映ってるよ。何のためにそんなことしたんだ？元気がない時見返して笑うの。悪趣味なことしないでくれ。ネットにばらまいてもいいんだよ。それが嫌なら私たちを養いなさい。私たちって？ママとお前の二人の面倒を見ろっていうのか？違う違う、私のカレピッピだよ。無職だけど顔は超いいの。お前はもう成人してるだろ。自分で働いたらどうだ？働いたら負けって言葉知らないの？私もカレピッピも労働から解放された人間だから。ただのニートじゃないか、勘弁してくれ。そのうち私に子供ができたら孫の顔が見れるよ。よかったねおじいちゃん。そうなったら孫の世話まで俺にさせるつもりか？ピンポーン。子供の世話をするのに孫の世話はしないなんておかしいもんね。いい加減にしてくれ。俺はお前らカップルを養うつもりはない。はあ？貧乏人のゴミ親父をリサイクルしてやろうって言ってるのに。俺の稼ぎに不満があるなら余計に他を当たってくれ。あんたの安月給で妥協してやるって言ってるの。この私の優しさが分かんないかな。分かりたくもない。明日荷物を持っていくから私たちの歓迎パーティーよろしくね。勝手に決めないでくれ。絶対に家には入れないからな。私って性格悪いからそういうの言われると思える。特上寿司用意して待っててね。勝手に話を進めないでくれ。絶対に来るなよ。おいリホ。俺は直也、43歳。某企業に勤めるサラリーマンです。現在は独身ですが、10年前に離婚。元妻から突然金持ちの彼氏ができたと言われた時のショックは今でも忘れません。当時12歳だった娘のリホは元妻と一緒に私をひたすら罵倒し去っていきました。そんな人間が今更面倒を見ろだなんて虫が良すぎます。これ以上関わってこないでほしいと思っていたのですが、翌日リホから信じられない LINE が届きました。翌日。私もピッピもお腹ペコリン丸なんだけど、いつになったら帰ってくるのよ貧乏親父。は？お前今どこにいるんだ？
あんたの親父くさいマンションナウです。どうやって入った？鍵が開いてたからそのままお邪魔したけど。そんなはずない、毎朝出かけるときに戸締まりの確認はしてる。その様子って映像残ってるの？口では何とでも言えるんだよ。仮に忘れていたとしても勝手に入るのは問題だろ。私は昨日行くって言いました。もう物忘れ始まってるとか、40過ぎなのにジジイじゃん。俺は断ったはずだ。お前がやっていることは不法侵入だろ。民事不介入です。残念。そんなことよりいつ帰ってくるの？遅くなりそうなんだ。頼むから出てってくれ。今日から一緒に住むのに冷たすぎでしょう。そんなんだから私とママに捨てられるのよ。関係ないだろ。お前と彼氏を養うつもりはないと何度も言ってる。はいはい、ツンデレツンデレ。本当は寂しくて仕方ないくせに無理しちゃダメだよ。ポジティブがずれまくってるから調整しといてくれよ。どちらにせよ今日帰るのは無理。冷蔵庫にある缶ビール全部飲み尽くしてフラフラなの。勝手に人の家のものを。ちなみにカルピッピはあんたのベッドで寝てるよ。カレー臭がこびりつかないか心配。自分の将来を心配した方がいいぞ。ごちゃごちゃ言ってないでもいい加減観念しないよ。娘だし面倒見て当然だし。違うから。あんたが否定しようが血のつながりは絶対なの。お前の親権争わなかった理由教えてあげようか。え？急に何の話？お前と俺に血のつながりはないんだよ。は？え、何の冗談？笑えないんだけど。真面目な話だから笑う要素なんてない。事実だからな。だったら私の父親はどこのドイツなの？お前の母親はもともと相当な遊び人でな。俺と結婚する前は男を特会引っかえだったそうだ。まさか本当の父親は誰かわからないとか？いや、お前の母親は既婚者と関係を持ったらしくて、その時に妊娠したそうだ。相手の奥さんから訴えられて結構な慰謝料を払ったらしい。ちょっと待ってよ、そんな女と知りながらどうして結婚したのよ。聞いてたら結婚してるわけないだろ。あんたを騙してたってこと？そうだよ。付き合ってた彼氏に妊娠を告げたら逃げられたと言ってた。そんな。お前のママと別れた時真実を告げられた。騙されてるのに気づきもせずリホを大事にしてる姿が滑稽でたまんなかったと大笑いされたよ。全然知らなかった。これでもまだお前を養う義務がどうとか言うつもりか？いや、血のつながりはないけど一緒に過ごした時間は確かにあったはずでしょ。だから実の親子以上に深い絆で私たちはつながってる。どの口が言ってるんだ。ママと一緒に笑って俺を捨てたくせに。あれは嘘だから。実はママに命令されて仕方なくついてったの。嘘をつくな。あー、もうだるいな。血のつながりだの親子だのめんどくせんだよ。開き直ったか。私とカレピッピはあんたと暮らすの。てこでも動かない。警察に通報されたも。こんなの大した罪になりゃしないわよ。俺の家に無断で侵入したこと、冷蔵庫を勝手に漁ったこと、お前の罪がそれだけだと思ってるのか？え？お前彼氏と一緒に逃走中の身なんだろ？え、ちょっと待って、急に何を言い出すの？お前の彼氏有名な詐欺グループのリーダーで指名手配中なんだろ？カレピッピと面識ないくせに適当なこと言わないでよ。何を証拠に言ってるの？お前のママだよ。え？お前は彼氏と共謀して自分の母親から借金をさせて金を騙し取って逃げた。ママがあんたに連絡してきたの？離婚した時に二度と関わらないって言ってたのに。状況が状況だからな。お前と彼氏の居所を知ってるかと連絡が来て事情を説明された。実の母親に対してよくやるな。うるさい。ママが離婚するから私が苦労することになったんだ。金を騙し取るくらい許されたっていいでしょ。働きたくないからって詐欺師の彼氏と共謀してお金稼ぎか。労働するよりもよっぽどマシでしょ。働いたら負けなんだから。どんな理屈だよ。結局俺に養ってもらうというよりかくまってもらう計画だったわけだ。細かい名目はどうでもいいから私たちのことを誰にも言わないで。もう遅い。お前と LINE をしながら警察への通報は済ませてある。そろそろ到着する頃だ。は？待ってよ、私とカリピッピは悪いことから足を洗ったの。罪を償う段階を飛ばしてるぞ。ママが金持ち野郎に捨てられなきゃこんなことしなかった。
悪いのは全部ママよ。その言い分は好きなだけ警察に話してくれ。ママは男に捨てられて今は借金地獄。私はあんな風になりたくなくて頑張ったのに。努力の方向性完全に間違えたな。警察が来たみたい。出てきなさいって叫んでる。お父さんどうしよう。今さらそんな呼び方されても不快なだけだ。酔いつぶれてる彼氏を起こしてさっさと出てってくれ。もともとそこは俺の部屋だ。あのね、本当はベランダの窓を割って侵入したの。へえ、そうだったんだ。結構な音がしただろうに、ご近所さんに気づかれなかったか。音を立てないで割る方法があるのよ。だから誰にも気づかれてないはず。悪知恵が働くな。何にせよ犯罪だよ。その修理費用は全額弁償するから。だから今すぐ帰ってきて警察を追っ払って。弁償するのは当たり前だし、交換条件として成立してないの分かってる。あ、分かった。これからは心を入れ替えて働く。だから助けて。働いたら負けなんだよな。負けを認めるから。だから助けなさい。血のつながりはなくても一時は父親だったんだ。責任を果たしなさい。無責任この上ないお前に言われたくない。俺がお前を助ける義理は一切ない。どうしてこうなるの。私は楽をして生きていこうとしただけなのに、こんなの理不尽よ。勝手に飲んだ缶ビールと窓ガラスの費用については改めて請求させてもらう。詐欺で稼いだお金はもう使い果たしちゃったの。そんな余裕なんてないわ。余裕があるかどうかなんて知るか。とりあえずブロックするからな。しっかり罪を償ってこい。心の中でしっかり反省したからもう十分だって。カレピッピも起きてくれないし、なんでこんなことになるのよ。その後駆けつけた警察官により2人は逮捕されることになりました。どうやらリホは詐欺師の彼氏と相当古い付き合いだったらしく、かなりの罪を重ねていた模様。お年寄りを狙った振り込め詐欺がメインで、被害総額は1000万以上なんだとか。罪の重さから考えて外に出てくるのはかなり先になりそうです。リホの母親に関しては罪こそ犯してないものの、生活は極貧そのもの。新たに金持ちの旦那を作るべく活動しているようだが、効果は出ない様子。やばい業者から借金をしたせいで、毎日厳しい取り立てに怯えながらもやし合食の日々を送っているんだとか。元妻とその娘との関係もこれで完全に断ち切ることに成功。リホには話していませんでしたが、実は現在交際中の女性がいて、今年中に結婚する予定です。生活する上でお金は確かに大切かもしれませんが、贅沢を言い出したらキリがありませんね。新のお姉ちゃんのブランド品邪魔になるから全部もらったよ。何言ってるんだ。これから左右の通夜なんだぞ。もしはお兄ちゃんがやるんだし、私はいなくても問題ないでしょ。今どこにいるんだ。家の鍵は持ってたから先に帰ってお姉ちゃんの部屋で遺品漁ってる。明日のお葬式にはちゃんと出てあげるからさ。実の姉が亡くなったんだぞ。悲しむ気持ちはないのか。悲しい。お姉ちゃんがいなくなっちゃった。これでいい。ふざけるな。うるさいな。私これから質屋に行かなきゃで忙しいの。まさかそのさよの遺品全部売るつもりなのか。お姉ちゃんの私物マジで高級ブランドものばっかりだから、売ったらエリカお金持ちになっちゃう。それは大切な左右の形見なんだ。勝手に売るなんて許さない。いいじゃん、置いといても邪魔だし、もう誰も使わないんだからさ。君は左右から受けた恩を全てあだで返すつもりなんだな。恩ってもしかして早くに行っちゃった両親に代わってお姉ちゃんが私を育ててくれたこと言ってる。そうだよ。サヨは中学を卒業してからすぐに働き出して君のことを養ってきただろ。そんなの当たり前でしょ。だってお姉ちゃんなんだから。私のこと育てる義務があったのよ。だからって君は成人を過ぎても大して働かず、ずっとサヨに援助してもらっていたよな。いいじゃん、お姉ちゃんお金あったんだから。結婚した俺たちの家にずっと帰省して生活し続けていたし。人のこと害虫みたいに言わないでよ。金欠でどうしても新居の一室に住まわせてほしいって言うから許したのに。だって本当にお金がなかったの。ホストに貢いでるからだろ。え？自分のバイト代全部ホストに費やしてるってさよから聞いたよ。お姉ちゃんめ、いなくなる前に余計なこと言って。もう26歳だろ。ちゃんと働いて自立しろ。そんな冷たいこと言わないで、私の面倒見続けてよ。
これからもよろしくね、ミノルお兄ちゃん。俺は左右の通夜にちゃんと出ない君のこと義務だなんて思えない。もう頭固いな。明日のお葬式にはちゃんと出るって言ってるじゃん。当たり前だ。左右も天国から嘆いているだろうな。嘆いたっていなくなった人間は何もできないでしょ。俺は今日君がしたこと一生許さないからな。許さなくてもいいけど家から追い出したりしないでよね。左右はいなくなったんだ。もう同居する意味はないだろう。姉を亡くして天涯孤独になった痛いけなぎ前にそんなひどいことするの？自分勝手に振る舞ってるくせによくそんなこと言えるな。もし追い出したりしたら親戚中に泣きつくから。どういうことだ？姉の通夜に出れないほど昇進した妹を問答無用に家から追い出した冷酷な義兄だって言いふらすわ。本当にお前は自分さえ良ければそれでいいんだな。当たり前でしょ。さてとお姉ちゃんのブランド物全部車に詰めたし父へ出発。おいエリカ、後のことはよろしくね、お、に、い、ちゃん。俺の名前は田中実、38歳、アパレルブランドの営業として働いている。5年前、その職場で出会ったのが妻のさゆだった。両親を早くに亡くし、妹を支えながら働く彼女のひたむきな姿に、俺は惚れ、そして結婚した。しかし、結婚して間もなく、さゆの病気が発覚。あっという間に病状が悪くなり、彼女は帰らぬ人となってしまった。しかし妹のエリカはそんな姉の通夜だというのにまるで悲しむ様子もなく、さらに葬式当日彼女はとんでもない騒ぎを起こしたのだ。葬式当日、エリカどうして火葬場に来ないんだ？お葬式には出たんだからもういいでしょ。左右と最後の別れなんだぞ。あとは仮装して親戚のジジババと慰め合いながら食事するだけだよね。出るのめんどくさい。そうだ、今親族みんなでさゆを失った悲しみに暮れているよ。メソメソ集まって泣いてるなんてネクラすぎ。それより聞いてよ。なんだよ。お姉ちゃんのブランド品売ったら儲かっちゃった。本当に売ったんだな。全部で200万、儲けた。最低なやつだな。いいじゃん。だってお兄ちゃんのせいで私はお姉ちゃんの遺産がもらえないんだよ。どういうことだ？お姉ちゃんが結婚してなければ遺産の相続権利は私にあったでしょ。確かに親と配偶者がいない場合は相続権は姉妹になるけど。こんなことならお姉ちゃんとあなたの結婚反対しとけばよかった。そうすればお姉ちゃんのお金全部手に入ったのに。いい加減にしてくれ。ということで遺産がもらえない代わりにお姉ちゃんの香典は私が全部もらうね。は？お葬式が終わった後、控室に香典袋が置いてあったの見つけたからいただいたの。何やってるんだよ。別にいいじゃん。それに私知ってるんだよ、身内のものを盗んでも警察は動かないってこと。計画的に盗んだのか？あ、ついでにお兄ちゃんの財布ももらっといたよ。俺は財布をなくしていない。盗まれたこと気づいてなかったの？バカじゃん。財布の中に入ってた保険証にちゃんと田中実って書いてあったよ。ああ、そういうことか。控え室に財布置きっぱなしって不用心すぎ。エリカ、その財布の金絶対に使うなよ。何言ってるの？お金は使うものでしょ。私これから推しのホスト君に会いに行くんだ。俺は忠告したからな。はいはい、財布は空にして後で返すね。4時間後。空なんだけど。え？香典袋お金入ってると思ったのに中身が全部なかったの。ああそうだ、金はすべて回収済みだ。何よそれ。君が勘違いして袋だけ持って行ったんだよ。今ホストクラブで30万使っちゃったのよ。お兄ちゃんの財布の現金はもう使っちゃってないし。知るかよ。さゆのブランド物を売って手に入れた金はどうした？それも使っちゃったの。ホストへの付け返済にか。え、どうしてそれを？通ってるホストクラブの名前はさゆから聞いてたからな。さっき電話して君のことを聞いたんだ。やば、ホストに200万のツケがあったんだってな。返済期限が迫って慌てた君は左右の私物を質に入れたってわけだ。そうよ、私にはお金が必要なの。理解できたなら口座の暗証番号教えて。は？だからキャッシュカードの暗証番号、銀行から下ろしてそのお金で支払うから。教えるわけないだろ。教えてくれなきゃお兄ちゃんのものを盗んで売っちゃうよ。じゃあ俺もお前のこと売るわ。は？売るってどこによ。
警察に決まってんだろ。何言ってんの？同居の身内が盗みをしても警察は動かないんだよ。いや、お前は捕まるんだよ。脅したって無駄。ちゃんと私調べたんだから。確かに同居の親族が窃盗しても刑罰は免除される。でもお前は身内以外のものを盗んだだろう。そんなことしてない。お前が持ってるその財布、本当に俺のか？当たり前じゃん。保険証にちゃんと田中実って書いてあるし。生年月日見てみろ。何を突然。ちょっと待ってて。昭和35年8月1日って書いてあるけど。俺の誕生日は昭和58年の5月21日だ。どういうこと？お前が盗んだ財布は俺のものじゃないってことだよ。は？その財布は葬式を取り行ってくれた住職のものなんだよ。たまたま田中実って俺と同じ名前だったんだ。嘘でしょ？俺の名前は日本で一番多いからな。同姓同名なんて珍しくないんだよ。じゃあ私は他人の財布を盗んで使っちゃったってこと？ああ、住職は窃盗で被害届を警察に出すそうだ。マジで？ちなみにお前が犯人だろうってことも俺から警察に伝えておいた。やめてよ、私捕まっちゃうじゃん。当然だろ、人のものを盗んだんだから。お兄ちゃんのお財布だと思ったの？身内のものだからって盗んでいい理由にはならない。ごめんってば、謝る。だからお願い助けてよ、私たち家族でしょ。亡くなった家族をないがしろにしてお前なんて他人だよ。今すぐ帰る。ちゃんとお姉ちゃんにもお線香あげる。二度と帰ってくんな。そんなこと言わないでよ。私今お会計払えなくて困ってるの。つけ常習犯だしな。そうよ、やっとつけのお金、お姉ちゃんのブランド物を売ったお金で返せたのに。自力でどうにかするんだな。無理だよ、私お金ない。あ、そうそう、お前とはもう他人だから家を出て行ってくれ。ひどい。お金も住む家もなくなったら私ホームレスになっちゃうじゃん。お前にはお似合いの結末だ。親戚みんなに訴えてやるんだから、私のこと捨てたひどいお兄ちゃんだって。それは無理だと思うぞ。なんでよ。だってお前がさよの葬式に出ないでホストに行ったことは親族全員知ってるからな。は？唯一血のつながりのある妹のお前が火葬場に現れなければみんな不審に思って当然だろ。全部言ったの？ああ、親戚一同みんなカンカンだったぞ。そんなバカな妹だとは思わなかったってさ。そんな、こんなんじゃお前親戚に助けを求めることすらできないな。どうしよう、もうつけは無理だって。今日のお会計を支払えないなら夜の店で働かせて返済させるってホストクラブの人が言ってるの。自業自得だな。お願いお兄ちゃん、可愛い義妹を助けてよ。可愛い？最低な義妹の間違いだろ。どうしよう、私行くところない。親もいないし、親戚も今回のことでお前のことは見放したしな。私のこと養ってよ。甘えるな。ほら、お姉ちゃんに似てるでしょ。これからは私がお兄ちゃんの奥さんしてあげるから。顔は似ててもお前とさよの中身は全く違う。地獄へ落ちろ。いや、一人でなんて生きていけない。誰かエリカのこと養ってよ。後日談。その後エリカは警察に窃盗の罪で捕まりました。エリカには50万円の罰金支払い命令と前科がつきましたが、お金のない彼女には罰金を支払う余裕などなく、さらに俺に家を追い出され、ホストクラブからは高額な付け代金を請求され、パニックになった彼女は幾度となく俺のスマホに助けを求める電話を入れてきましたが、俺は全て無視しました。結局エリカはホストクラブから斡旋された夜の店で住み込みで働き、付けと罰金の支払いに追われる毎日だそうです。俺はというと、その後左右の四十九日も無事終わり、今左右を失った悲しみに浸りながら静かな時間を過ごしています。悲しみが癒えることはないけれど、いつか天国で会えるその日まで、俺は彼女の分まで精一杯生きていこうと思っています。お前の元嫁の金遣いが荒すぎるぞ、なんとかしろ。え、なんです急に。あんなヤバい女だと思わなかった、お前が引き取れ。1年前に彼女を僕から強引に略奪しといて、今更そんなこと言われても。あいつは料理も洗濯も何もしないんだぞ。そうですか。その上カードは限度額まで使うし、隠してあった貯金まで使われたんだ。
夫婦喧嘩でしたら浅見に直接お願いします。効き目がないからお前に言ってるんだ。僕に言われても困りますよ。だってお前は浅見の元旦那だろ。でも今の旦那は田中さんです。俺たちが結婚する前にあいつの本性をどうして教えなかった。本当にいいんですかって何度も聞きましたよ。あれはお前が俺たちの関係に嫉妬した言葉だよな。そりゃ結婚式当日に招待していた上司に花嫁を寝取られれば嫉妬もしますけど、あの日の浅見は最高に可愛かった。あのせいで僕たちは離婚したんです。それはお前に男としての魅力が足りないのが悪い。確かに彼女から部長の田中さんの方がお金があって魅力的と言われました。ほら見ろ、全てはお前が悪い。今さらそんなこと言われても。この1年で浅見は800万も使ったんだ。よくそこまで使えましたね。感心するな、これは全額お前に請求する。え、なんで？全てはお前の責任だから。僕と浅見はもう何の関係もありませんって。お前を訴えてやる。一体何をですか？何だっていい。優秀な弁護士ならその辺はでっち上げてくれるだろうしな。それ優秀って言わないような。とにかく800万払って嫁を引き取れ。嫌ですよ。拒否するならお前の仕事は全てストップするぞ。え？うちの会社を退職して今はウェブデザイナーとして独立って言えば聞こえはいいが、単なる下請けだろ。頑張っているのにそんな言い方やめてくださいよ。会社を辞めたのだって嫁に逃げられたのが恥ずかしくって尻尾を巻いて退散したんだよな。いい加減にしてください。お、負け犬の遠吠えだな。浅見のことと仕事は関係ないですよね。そんなわけないだろ。本当にやめてください。確か今杉山がカピバラ食品の仕事をお前に依頼していたよな。そうだけど、まさか同僚だった杉山まで巻き込む気ですか？ああ、それでもいいな。まずは杉山が出したお前宛の支払い書は部長の俺が捨てといてやるよ。やめてくれ。弱小下請けが300万のギャラを受け取れないと困るよな。月末にそれが入らないと外注さんに支払いができなくなります。お前の下にさらに下請けがいるのか。底辺争いも大変だな。頼むから支払いを止めるような真似はしないでくれ。それはお前の出方次第だな。じゃあ浅見のこと頼むな。なぜ1年前に略奪された元嫁の責任を僕が取らなくてはならないんだ。神様、こんなのあんまりにも理不尽です。ああ、取り乱してすみません。僕の名前はまさき、38歳バツイチです。もうお分かりのようにこの元上司田中には散々な目に遭わされました。あいつのせいで天国のような結婚式からその日の夜には最悪の地獄となり、失意の中で気づいたら僕は慰謝料請求もしないままに離婚届にサインをしていたのです。あの時の出来事からようやく立ち直り、傷も癒えてきたところだというのに、挙句仕事まで持ち出されて元嫁のことで今更苦情を言われても本当に困ります。どうしたらいいものかと悩んでいたら、なんと元嫁の浅見までとんでもないことを言い出したのです。翌日。ちょっと工事がケチすぎるんだけど。工事って田中さんのこと？そうよ、浅見のダーリン。ねえ、あいつをなんとかしてよ。僕に言わないでくれよ。アサミンからクレカ取り上げて返してくれないんだよ。そりゃ800万も勝手に使い込めばそうなるよな。なんで知ってんの？あっちからも連絡が来たよ。そうなんだ。でもたかが800万くらいで人間が小さいよね。そんなに一体何に使ったんだ？アサミンが欲しかったブランドバッグとか靴とか、あとは高級旅館に何回か泊まったり、あ、海外旅行も行った。使いすぎだろ。だって大企業の部長だよ。でもあの会社の部長なら年収1000万ってとこだぞ。800万も使ったらどうやって生活するんだよ。工事の貯金があるもん。それにアサミンという可愛い嫁のためなら我慢しなくちゃね。は？まさきはアサミンを逃がして残念だったね。いや、よかったわ。何言ってんの？うわ、負け惜しみ？そんなことないけど。逃がしたサンマは大きかった。後悔後に立たずだね。とにかくさ、
お前の金遣いのせいで僕のところに苦情が来て、仕事にまで影響出そうなんだ。頼むから何とかしてくれ。だったらお小遣いちょうだい。え？元夫だもん、そのくらいしてよ。なんでそうなる？アサミンはマサキから離婚の慰謝料をもらってなかったもんね。だからちょうだい。僕はなんであの時お前と結婚しようと思ったんだろう。アサミンのわがままで可愛いところが大好きだ。一生そばにいてくれって言って、海ほたるの幸せの鐘の前でひざまずいてプロポーズしたよね。あの時の自分を殴りたいよ。周りにいた人が一斉に拍手してくれて、アサミンはオッケーしたの。黒歴史はもういいから勘弁してくれ。だからマサキは責任取ってね。月30万でいいよ。何言ってんだよ。これでダーリンのお金を使いすぎないから怒られなくて済む。アサミン天才。ちょっと待てよ、勘弁してくれよ。3日後。ねえ、30万いつになったら振り込んでくれるの？そんな約束してないぞ。何言ってんの、もう決定事項なんだよ。僕とお前は赤の他人だぞ。なんでお金を払わないとならないんだよ。だからアサミンに対する離婚の慰謝料。もういい加減にしてくれよ。そんなこと言っていいのかな。え？アサミンね、ダーリンにマサキからお小遣いをもらう話をしたの。そしたら賛成してくれたんだよ。はあ？だから払わないなら仕事はもう回さないし、300万の支払いもしないって。あの野郎。アサミン、マサキと別れて工事を選んで正解だった。あんたと一緒になってたらフリーランスの嫁で貧乏になってたもん。ずいぶんひどい言いようだな。だったら田中と仲良くやって僕を巻き込まないでくれ。だから月30万もしくは800万払えってダーリンからの伝言です。ふざけるな。うわー、負け犬がわめいてる。こっちにも考えがあるからな。アサミンに捨てられて泣いてたマサキに何ができるのかな。僕だってやるときはやるんだ。ゴマメアザラシが歯ぎしりしたって痛くも痒くもないよ。明日には30万よろしくね。2週間後。お前何をした？ああ、届けました？弁護士からの書類がなんで会社に来るんだ。そりゃ下請けを脅すような真似をするから自業自得ですよ。お前があんな女を俺に押し付けてきたからだ。僕から勝手に奪ってったくせに今さら知りませんって。それにやっぱり忘れていたんですね。何のことだ。僕が離婚届にサインするときに誓約書を出したことです。は？二度と僕に関わらないという内容だったんですけど。そんなもんあったっけ？はあ、やっぱりな。それと今回のことと何の関係があるんだ？もしもその約束を破った時は会社にあなたがやっていたことを報告するって書いてあったんですよ。え？そこで田中さんが僕から嫁を奪った経緯についてと、僕や他の部下に対してやってきたこと、経費をちょろまかしていたこと、今回の下請けに対する態度、もろもろ全部まとめて社長に送りつけました。だからか、社長にもうすぐ呼び出されそうなんだぞ。どうしてくれる？クビになるかもしれませんね。貴様！質問があるのですが、アサミと高級旅館とか海外旅行に行きましたか？は？何のことだ？ああ、やっぱり。わかるようにはっきり言え。アサミ、浮気してますね。え？800万の使い道を聞いたらそう言ってたんです。田中さんが一緒でないから浮気の可能性が高いですよね。そんなの嘘だ。じゃあ、アサミに直接聞いてください。マサキ何？早く30万振り込んでよ。おい、浮気って何のことだ？え？何のこと？高級旅館と海外旅行って誰と行ったの？だ！愛しているのはダーリンだけって言ってたよな。うん、そうだよ。アサミンはダーリンが一番なの。だって部長で高収入でしょ？もうすぐクビになりそうですけどね。え、なんで？会社に悪事がバレて間もなく社長に呼び出されます。俺がクビになってもアサミは俺を愛してくれるんだよな。それはちょっと。なんで？アサミン、お金のない旦那は嫌だな。俺たちの愛はそんなもんだったのか？アサミの愛の基準はお金ですから。
それって当たり前だよね。やっぱりお前は最悪な女だ。アサミンのことそんな風に言うなんてひどい。元旦那の元に帰れ。マサキは貧乏だから嫌。マサキ、すべてお前のせいだ。そうよ。僕のせいですか？そうだぞ。だから慰謝料払って。その慰謝料の件なんですけど、僕からも請求させていただきます。は？ごまめのマサキが何言ってんの。離婚の時に慰謝料請求はしない約束だったぞ。ええ、1年前の離婚の時はそうですね。あ、まさか。はい、そのまさかですね。わかるように話してよ。先ほど田中さんにお話しした誓約書には慰謝料についての記載もあったんですよ。誓約書って？約束を破った時はあなた方それぞれに通常の3倍の慰謝料を請求するって記載してあります。はい？3倍って？通常300万としてお一人様900万、合計1800万円請求させていただきます。そんなの払えるか。ダメですよ、誓約書にちゃんと2人のサインがあるんですからね。私そんなの知らない。まさきが勝手に偽造したんじゃないの。そんなことしないよ。そんな内容知らないぞ。だからちゃんと内容読んでくださいねって言って渡したのにな。そんなの記憶にない。アサミンも知らない。あの時の2人ともめっちゃラブラブですっかり舞い上がっていましたもんね。あ、そういえばアサミンに渡されて何かにサインしたような。多分それですね。嘘だろ。私が渡したってどういうこと。僕が離婚届にサインする代わりにアサミたちのサインが欲しいって言ったら、お前は中を見ないで喜んで書いてたよな。だってあれってあんたが慰謝料請求しないって書類だって言ったじゃない。そうだよ。だからあの時は請求しなかっただろ。だったら今頃言うな。でも僕に一切関わらないという約束が守られなかったんで発動することにしました。連絡しちゃダメだったってこと。僕が二度と会いたくない二人の LINE をブロックしてないのおかしいと思わなかった。あ、そういえばあんなノリで結婚したんじゃ絶対に何かで揉めるだろうなって予測したんだよね。まさか。はい、なので連絡お待ちしておりました。ひどいぞ、はめたのか。そんな言い方しないでくださいよ。あの時は本当にショックで失意のどん底でした。だからどうすれば復讐できるかよーく考えたんですよね。でもまさか本当にうまくいくとは。ちくしょう。え、じゃあ本当に慰謝料請求されちゃうの。もちろん。わかった、旦那に全部請求して。え、アサミンの夫でしょ、妻の分もよろしく。ふざけるな、元はといえばお前の金遣いの悪さが原因だぞ。こんなに可愛いお嫁さんをもらった宿命だね。大体お前浮気してんだろ。浮気じゃないよ、ちょっと顔のいいイケメンホストと遊んだだけ。ホスト？ホストクラブってお金かかるよね。ふざけるな。ああ、社長から呼び出された。クビになったら離婚だよ。マサキ、俺を助けてくれ。あいつがクビになったらマサキと再婚しよっかな。どっちもお断りします。てなわけで弁護士を通じて慰謝料請求しますので、あしからず。俺の人生終わった。旦那の選択間違えたかな。後日談。田中はその後警察に捕まりました。なんと社内調査をしたところ、多額の横領の事実が発覚。当然会社はクビ。浅見は田中の勾留中に勝手に離婚届にサインをして提出したので私文書偽造で逮捕。とりあえず僕は双方に慰謝料請求をしています。2人が外に出てきて支払いを渋るときは誰にでも貸してくれるという散々ローンへ連れて行こうかと考え中です。その分取り立てが半端なく厳しいらしいのですけどね。その後はもちろん LINE をブロックします。それにしてもここまで自滅するとは思いませんでした。僕は田中の後に部長になった元同僚の杉山から元通り仕事を請け負っています。契約先も増えてきて仕事は順調ですし、最近になって彼女もできました。僕は今度こそ幸せになります。今高級ホストにいるよ。支払いはお姉さんのカードでね。え、私のクレカ盗んだの。失礼なこと言わないで。このカードが私を呼んだから借りてやったの。
はあ？アラサー独身女と一緒はいいや。ピチピチ女子に使われたいってクレカから声が聞こえたよ。そんなわけないでしょ。いつの間に持ってったの？昨日お宅に行った時よ。一昨日もうちの冷蔵庫の惣菜漁ってったのにまた来てたんだ。夫が出張中で寂しくて義実家に遊びに行くのが悪いこと？あなた弟が出張じゃなくてもいつも合鍵で勝手に上がり込んでいろいろと物色してるでしょ。結婚した時にお母さんからここを実家と思ってねって言われたし別にいいじゃん。物には限度ってもんがあるわよ。挙句に私のクレカを盗むなんて。だってお姉さんのカバンリビングにあったんだよ。好きに使ってって意味で置いてたんでしょ。昨日は大雨で帰ってすぐお風呂に入ったからそこにあっただけよ。なんだ、でも可愛い弟嫁に見つけてよかったね。全然良くないから。クレカはカード会社に電話してすぐ止めてもらう。そんなことしても無駄だよ。もう150万支払ったから。は？さすがに高級だけあってどのお酒も高くてあっという間にいっちゃった。よりによって限度額が一番高いカード持ち出すなんて。これが一番なの？行き遅れのバリキャリ女なのに150万が限界とかしょぼすぎ。私はクレカはあまり使わないし、それでも十分すぎるくらいよ。一生独身確定で老後の貯金してるからお金も使えないし趣味もないのね。つまんない人生。確かに貯金もしてるけど、そもそも支払いは現金派だし趣味だってあるから。主戦度女の趣味なんてスーパーの激安コーナー巡りとかそんなんでしょ。違うわよ、車でドライブするのが好きなの。はあ、そういえば夫から聞いたことあるかも。貧乏くじカーが好きで。ヴィンテージカーね。コスモスポンコツって車に乗ってるって。コスモスポーツよ。パッとしなさそうな名前だけど、まあいいや。私とドライブさせてあげる。は？クレカ限度額言ったし、帰りのタクシー代持ってないから迎えに来て。行くわけないでしょ。へえ、私がわざわざ連絡してお願いしてあげてるんだよ。断るとかあんた何様？何様ってそれはこっちのセリフだけど。私は跡取りを産む弟嫁様よ。え？あんたは一生独身なんだから私に尽くして当然なの。私結婚しないって決めてるわけじゃないんだけど。道で干からびたカエルに結婚なんて無理だっつうの。はあ？結婚に飢えたカッパみたいな男なら可能性はあるかもしれないけど、その子供なんて見れたもんじゃないわね。失礼すぎない？だって事実でしょ。それに比べて私はシンデレラ級に美人だから、きっと可愛い子が生まれるわ。あなたはどっちかというとフェアリーゴッドマザーだと思うけど。私は人妻なんだから、他の男が寄ってこないようにわざとこの体型にしてるの。ああそうなの。とにかくあんたは私に尽くす義務があるの。そんなのないし、迎えになんて行かない。来ないからタクシーで義実家まで帰って玄関前で騒ぐよ。え？はあ、こんな夜中に追い出さないでお姉様って叫び散らしてやるんだから。やめて、夜中に騒ぐだけでも迷惑なのに、ご近所さんになんて思われるか。じゃあどうすればいいか分かってるよね。今から迎えに行く。最初っからそう言っとけばいいのよ。今回限りだからね。一家のお荷物独身女は一生私の召使いよ。グダグダ言ってないでさっさと迎えに来いっての。私はみゆき、27歳の独身で両親と実家に暮らしています。弟嫁のマリナさんは23歳、24歳の弟は半年前にマリナさんに押し切られる形で結婚したそうです。マリナさんは結婚当初から私が独身なのをバカにして嫌味のオンパレードでした。さらに自分のことを倹約家のできた嫁と言いつつ、我が家から惣菜から日用品からバカスカと持って帰る日々。新婚生活に水を差すまいとこれまで弟には黙っていましたが、まさか私のクレカまで持ち出すとは思いもよりませんでした。しかも常識知らずの彼女はさらに派手なことをしでかすのです。次の日。この車マジでポンコツなんだけど、どうなってんの？え、
今あんたのコスモスポンコツに乗ってるけど全然エンジンかからないの。コスモスポーツ？ってかなんで乗ってるの？今からホストクラブ行くけど、あんたが仕事でいないから自分で乗っていこうと思ったの。タクシーで行けばいいでしょ。昨日ホストたちがこの車を見て盛り上がってたから気を引くのにいいかと思って。勝手なことしないで。そもそも合鍵は没収したのにどうやって入ったの？合鍵なんて 2,3 個複製してるに決まってるじゃん。ありえない。すぐに通報するから。身内が合鍵で入っただけで警察が動くわけないでしょ。あんたが恥かくだけだっつーの。そんな無茶苦茶な。それよりこのポンコツどうやったら動くの？それはマニュアルトランスミッション車。確かあなたオートマ免許だったよね。動かすのは無理よ。ミッション？オートマ？何よそれ。はあ、それすら知らないなんて。なんであなたみたいな人が免許持ってるのよ。失礼ね。私は実技の卒業検定をたったの19回で通った実力ドライバーよ。実技卒検を19回？信じられない。でしょ。筆記なんて12回で受かったし、運転には超自信あるんだ。ない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 。自信なんてすぐ捨てて。お願いだから車に触らないで。タクシー呼ぶの面倒だし、文句言うならあんたが送迎して。もうすぐ仕事の昼休憩も終わるし、職場を抜けられないよ。ならやっぱり私が運転していくしかないじゃん。どうせあなたには運転できないし、仮にできたとしても違法よ。免許があるのに違法なわけないじゃん。ああ、エンジンかかった。なんでかかっちゃうの？ああ、進もうと思ったら止まった。もう、クソポンコツじゃん。そう、そうよ。それはダメダメな車なの。だから諦めてタクシー呼んで。でもこの車はホストに受けが良かったし。お、またエンジンかかった。え？ああ、もう止まっちゃった。こうなったら無理やりにでも動かしてやる。ちょっと、やめて。あんまり無茶したら。げ、前の方から煙出てきた。は？あー、なんかもう無理そう。タクシー呼ぶわ。え、ちょっと待って、車はどうなってるの？なんか変な音がして、前の方から煙が出てるからバケツで水ぶっかけとくね。何考えてるの、やめて。もうかけちゃった。煙は消えたけど、念のためもう何回かやっとく。お願いだからもう何もしないで。はあ、これで大丈夫かな。あれ、ダッシュボードに1万円入ってる。それ私がもしもの時のために置いてるやつ。もしもってまさに今じゃん。行きのタクシー代にもらってくね。どこまでがめついのよ。このポンコツ、私が帰るまでに直して迎えに来てね。じゃあ行ってきます。数時間後。車直った？今最高に盛り上がってるからホストに車見せに来て。昼から出かけてまだ遊んでるなんて大丈夫なの？平気平気。今日もあんたのクレカで支払いするから。え？リビングにあったブランドバッグと財布、あんたのでしょ？借りたよ。また勝手に持ってったの？このバッグ珍しい模様で引かれちゃってさ。どこまでもずうずうしいわね。今日もカード使いたい放題でドンペリで乾杯して最高。コールも気持ちいい。それはよかった。いっぱい楽しんできて。いいの？うん、全然オッケーだよ。シャンパンでもドンペリでもどんどんいっちゃって。やっと観念して私に尽くす気になったのね。そんなわけないでしょ。え？その財布の中身全部おもちゃだよ。は？どういうこと？どうせまたやるだろうと思って予防線を張ってたの。でもまさか昨日の今日でやるなんてね。冗談でしょ。あなたはちゃんと財布開けてカードは確認したの？何これ、本当におもちゃじゃん。だからそう言ったでしょ。まんまと引っかかったわね。あんた、私から合鍵没収したでしょ。どうしてまた来るって分かったのよ。だってあなたのがめつさって体と比例してヘビー級だもの。家の鍵壊してでもまた来ると思ってたよ。こんなの詐欺よ。訴えてやる。私は自分のバッグにおもちゃを入れてただけ。勘違いしたあなたが悪いんでしょ。
こんな珍しい模様のブランドバッグにおもちゃが入ってるなんて思わないじゃない。それ模様じゃなくてゲロの跡だよ。は？弟が大学生の時宅飲みで酔いすぎてそれにゲロって染みついちゃったんだよね。きったな、あの男何やってんの。てかこんなもんさっさと捨てなさいよ。初任給で自分へのご褒美に買ったものだから捨てられなくて取ってたの。そんな理由で取っとくなんてバカじゃないの。バカでもゲロ模様のバッグを刺そうと思って歩くあなたよりマシよ。あんたのいたずらにはもう付き合ってらんないわ。今すぐ本物のカード持ってきなさい。いや、行きませんけど。あんた自分の立場わかってる。この後に及んでまだ弟嫁に逆らおうっての。あなたこそ何にもわかってないよね。は？弟にはもう全部話したよ。あなたとは離婚するって言ってる。そんなわけないでしょ。彼は私にベタ惚れなのよ。それにしたって他人のカードを盗んで遊んで車を壊すような人間に惚れたままのアホはいないでしょう。そんなの全部あんたが私を陥れようとしたことにするわ。は？クレカはあんたが貸してくれたのに後になって騒ぎ出したことにする。クレカを勝手に使ったことは LINE のやり取りが残ってるけど。でもそれなら車はあんたが壊したのに私のせいにしたって言うから。それも LINE が残ってるし車庫には監視カメラがついてるから言い逃れはできないね。じゃあ本当に離婚されるしかないってこと？離婚だけじゃ済まないわよ。どういうこと？壊した車の修理代きっちり請求するから。あんなポンコツ車の修理代せいぜい2,000〜3,000円でしょ。あのコスモスポーツは初期型で状態のいいものだと1500万ぐらいするの。何そのぶっ飛んだ値段。それの修理代が3000円で済むわけないよね。一体いくらに？300万円。冗談でしょ。そんなお金持ってないよ。持ってないなら稼いで返してね。そんな。ああそうそう、クレカの件も被害届を出してるから。150万なんて使われて見過ごすわけないでしょ。ちょっと待って、私450万も持ってないよ。持ってないなら働いて返して。まあ450万では済まないだろうけど。まだ何か請求する気？私はもう請求しないけど。あなた今日はホストクラブでどれだけ使ったの？ドンペリとか言ってたし金額相当いってるんじゃない？200万。それどうするの？どうしよう、今日は昨日と別の店に来てて一元さんはつけにしてくれないの。はあ、それは大変ね。皿洗いでもして返す？200万なんて皿洗いでどうこうなる金額じゃないわよ。それなら無銭飲食で逮捕だね。逮捕？そんなのやー。ほら、あなたってフェアリーゴッドマザーでしょ。魔法でどうにかしたら。私はシンデレラって。そんなボケかましてる場合じゃないわよ。助けて。誰があんたなんか助けるもんですか。そんなこと言わないで。こんなに可愛い弟嫁が豚箱行きになってもいいの？むしろお似合いでは。ひどい。せいぜい檻の中で反省することね。せっかく専業主婦になって気楽に生活しようと思ってたのに、無職なしなんて絶対に嫌。気楽に生活してるだけならこんなことにならなかったのに、欲を出すからいけないのよ。こうなったらトイレの窓から逃げるわ。外真夜中で真っ暗だし行けるよね。逃げるって？あなた今どこのホストクラブにいるの？この前あんたが迎えに来た2軒隣のとこよ。あーそっか、あの通りは街灯が少ないからね。やっぱり行けるよね。私の全力疾走であっという間に逃げ切ってやるんだから。後日談。私は即ホストクラブに電話。間もなく窓枠にはまって動けなくなっているマリナさんが発見され、無銭飲食で逮捕されました。私は彼女に車の修理代を賠償請求、クレカの不正使用でも被害届を出しました。弟と離婚した彼女は実家に帰りましたが、恥さらしとは絶縁すると言われすぐに追い出されたそうです。そして今は支払いのために住み込みしながら工場で働いています。アパートは未だにボットン便所の超ボロな上に仕事は重労働、
さらに給料は最低賃金で大変な思いをしているそうです。一方の私ですが、愛車も無事に修理から戻ってきて一安心しています。これからも楽しくカーライフを過ごしたいと思います。俺は知事だぞ。それに会社も経営している。農家の貧乏人に大事な娘はやれない。それでいきなり僕を追い出したんですか？貴様が貧乏人だと分かっていたら家にあげたりしなかったわ。牧場かけられて当然だな。あれはあんまりです。顔も服も真っ黒でお前にふさわしいだろう。ひどすぎます。それに貧乏じゃありません。だって臭い農家なんだろう。綾野からは銀行員だと聞いていたのに騙したな。2年前から父の後を継いで農業を始めたんです。彼女がそう言いましたよね？そんなの知らん。ちゃんと話を聞いてください。銀行辞めたのは役立たずでクビにでもなったんだろ。信用できない奴の顔も見たくない。違います。以前から農業がやりたかったんです。綾野も賛成してくれました。娘を呼び捨てにするな。すみません。でも僕たちはちゃんと話し合って決めたことなんです。そんなの娘が苦労してかわいそうだろ。でもお父さんは知事として県内の農家を応援しているといつも言ってますよね？その通りだ。農業はこの県で重要な産業の一つだからな。でしたらなんでダメなんです？他人がやるのはいいが、娘婿の農家じゃ知事として体裁が悪いだろ。はい？お前のような若造は政治のことが何も分かっていない。はあ。この県では農家の割合が多くてネギの産出額は155億もあるんだ。僕もネギを作っていますけど。里芋の産出額は47億。他にもたくさんの農家がいる。それは知っていますが。アホには理解できないか。つまりそれだけ有権者が多いだろう。つまり選挙に勝つために農家を応援していると言っていると。やっとわかったか。お前は猿並みの理解力だな。選挙のパフォーマンスということですか？政治家なら当たり前だ。本気で農家を応援している方だから僕たちのことも理解してくれると思ってたのに。ほんと政治を分かってない奴らは扱いやすいわ。あなたがそんな人だったなんてがっかりです。前知事が汚水が出るのを隠して企業誘致しようとして県内の農業関係者から猛反対されたんだ。だから俺は農家を応援しますと演説した。知事になるために県民を騙したんですね。騙される奴らが悪いんだよ。綾野さんもお父さんのことを県民のために働く立派な人だと尊敬しています。娘の前では立派な父親で通してるからな。それでは彼女がかわいそうです。綾野さんはあなたを信じて自分も人の役に立ちたいと子供たちの学習支援のボランティアをしているのに。綾野にこのことを言ったらお前を潰すぞ。え？知事の権力を持ってすればお前のことなんかどうとでもできるんだ。何をするつもりですか？手始めに取引先に圧力をかけて全部停止させるかな。そんな。とにかく娘と結婚させるなら相手は大企業の社長とか大地主の金持ちしか認めん。お前のような雑魚は目障りなんだよ。僕は絶対に彼女との結婚を諦めたりしません。だったらどういうことになるか覚悟するんだな。僕はまさき32歳。以前は銀行勤めでしたが、2年前に父が体を壊したので農業を継ぐことにしました。僕は綾野と数年前にボランティアを通じて出会いました。誰にでもいつも笑顔で接して、それでいて真の強さを持つ彼女に惹かれて猛アタックの末交際を開始、そして先週プロポーズの返事をもらって天にも昇る気持ちでした。彼女がいつも県知事をしている父はとても立派で尊敬できる人だと言っていたので、とても緊張し、でもそんなお父さんに会えることを僕はとても楽しみにしていたのに、まさかこんなことになるとは。そして彼女の父田中浩二は県知事の力を使って本当に僕を潰しに来たのです。1ヶ月後、綾野と縁を切ったか？僕たちは別れるつもりはないと何度も言っていますよね。いつまでそうやって強がっていられるかな。あなたのせいで取引先から全部断られて
僕が作ったネギが出荷できなくなりました。やめてください。俺のせいだという証拠があるか？証拠はありません。どこもあなたの報復を恐れてはっきりとした理由を言ってくれないんです。証拠もないのに人を疑うものじゃないぞ。あなた以外にこんなことをする人がいるとは思えません。そんなことを言うならお前を名誉毀損で訴えることもできるんだぞ。でも裏で糸を引いているのは絶対にあなたです。農家支援をしている俺がそんなことをするわけないだろう。せっかく収穫したネギが無駄になってしまいます。こんなことやめてください。なら綾乃から手を引くんだな。それは嫌です。わからんやつだな。こんなやり方間違ってる。どこが？権力を振りかざして自分の思い通りにするなんておかしいです。何が正しくて何が間違っていると決めるのは権力者なんだ。そんなことも知らないのか？あんたのような人が知事をやるべきじゃない。県民の皆様が俺に投票してくれたんだよ。100万人以上の県民の総意なんだ。だから俺がやることは正しいんだ。みんなあなたの本性を知らないからですよ。俺は清く正しく県民の皆様のために働く知事と評判だからな。どこがだよ。だから俺のイメージを悪くするやつは徹底的に潰さないとな。許さない。半年後にはまた知事選があるが、クリーンで県民のイメージがいい俺様はまたも楽勝。じゃあ次は落選ですね。腹の中真っ黒ですから。そんなことがあるものか。ああそうだ、綾乃を大企業の息子と結婚させてその会社を県内に誘致すればさらに票を取れるな。そんなことはさせない。みんなにあんたの本性をバラしてやる。お前のようなやつがいくらほざいても無駄。売れ残ったネギに埋もれて堆肥にでもなっちまえ。半年後。おい綾乃どこへやった？綾乃は今日から僕と暮らし始めることになりました。そんなの許さんぞ。いいですよ、僕たち成人してますから。親の了解は本来必要ありませんからね。だから綾乃は見合いを断ったのか。当たり前ですよ、僕らは愛し合ってますから。せっかく県内に誘致できる大企業を見つけたんだぞ。お前たちのせいで計画がおじゃんだ。そういうことをするから罰が当たったんですよ。何のことだ？県知事落選したじゃないですか。まさかお前が何かしたのか？俺が知事選で落選なんて絶対におかしいんだ。県内の農家さんたちにあなたの本性を伝えちゃったんですよね。お前ごとき若造の言うことを信じるわけない。ええ、僕だけじゃダメでしたけど、農家の青年部が僕に協力してくれたんですよ。若いやつらなんて選挙なんか行かないのに。確かに若い世代は選挙に行っても何も変わらないと以前は諦めていました。まあ僕もその一人でしたけど。だから俺は投票に行く金持ちや年寄りだけをよいしょしてきたんだ。今回だって若者の投票率は大して伸びていないぞ。農家の青年部が投票したぐらいじゃ落選するわけないんだ。そうなんですよね、青年部の人たちと一生懸命呼びかけたけどなかなか投票に行ってくれなくて残念です。じゃあどうして？あんたを知事から引きずり下ろすなんてやっぱり無理なのかと諦めた時に天の救いが現れました。はあ？綾乃を俺の母方の祖父に会わせたらもう大喜びしまして。今はお前の老いぼれじじいの話なんかしていない。俺のじいちゃんは先祖代々の農家なんです。それで県内のネギ生産組合の組合長を30年もやってました。え？で、あんたに綾乃との結婚を反対されていて、しかも知事が実は農家を見下していると言ったら大激怒。でもたかがネギ農家が集まったぐらいじゃ落選しないはずだぞ。実は県庁周辺の土地や駅前の土地などもじいちゃんのものなんですよ。あと県内の大手企業にかなり土地を貸していて、いくつかの会社では大株主なんだそうです。嘘だろ。まあいずれはそれらを全て僕が引き継ぐことになっているんですけどね。じゃあ貧乏でも何でもないじゃないか。そうなりますね。もっともじいちゃんの七光だけじゃ綾乃に恥ずかしいので俺も頑張りますけど。ああよし、綾乃との結婚認めるぞ。は？いやー、いい青年が娘と結婚してくれて幸せだよ。態度が急に変わりすぎです。ああ、まさきくんは初めて見た時から将来性があると思っていたよ。はあ。綾乃をよろしく頼むよ。
認めていただけるのはありがたいですけど。これからは義理の親子になるわけだ。そうですね、よろしくお願いします。ああ、出たな。今度俺は国政選挙に出るから資金調達を頼む。はい。君も岐阜が国会議員なら鼻が高いよな。これからは県知事なんかより国会議員だ。応援頼むよ。何言ってんですか。応援なんかしませんよ。なんでだ。今までの流れでそんなこと言い出すことにびっくりですよ。俺はお前の義理の父親になるんだぞ。あの、その件で綾乃から伝言です。なんだ。お父さんとは縁を切ります、だそうです。え、尊敬していたあなたの本性を知って許せないと言っていました。あ、そんな困る。まあ縁を切られて当然でしょうね。それじゃあ俺が国政選挙に出られなくなるだろう。出れるわけないでしょう、捕まるのに。え、今回の知事選でお金ばらまきましたよね。え、何のことだ。選挙違反で警察に連絡しましたので、そろそろ捕まるんじゃないですか。俺を犯罪者にするつもりか。お前の義父だぞ。残念ですが仕方ありませんね。こんなのおかしい、間違ってる。何が正しくて何が間違っているのか、ちゃんと司法の場で公平に決めてもらってくださいね。頼む、土下座でも何でもするから警察は勘弁してくれ。これじゃあ俺のクリーンなイメージを保てなくなる。とっくに真っ黒けなのに何言ってんですか。俺はまだ政治家をやっていたいんだ。お願いだ、警察はやめてくれ。後日談。彼は選挙違反で警察に捕まりました。県知事の逮捕はマスコミが大騒ぎして、さらに企業との癒着や裏献金疑惑が出てくるわ出てくるわ。おまけに経営していた会社の脱税まで見つかり、1億以上の追徴課税だとか。これでは選挙に出馬どころかお金がなくてまともな生活も今後は無理そうです。僕と綾乃は小さなアパートを借りて生活を始めました。もうすぐ子供が生まれます。僕はこれからも家族のために誠実に生きていきます。実家に帰ることにしたからさっさと出てってよ。カリナさん、ずいぶんご無沙汰でしたけど、どうされました。お姉さん、お久しぶり。だから私そっちに帰るから。里帰りですか。5年も連絡なかったのにどうしてまた急に。離婚すんのよ。え、うちの旦那うざいから。ご主人のヤストさん、真面目で優しい方だと思いますけど、喧嘩でもされました。細かいことにうるさいのよ。男と旅行に行ったくらいで目くじら立てて。はい、それってまさか浮気したとか。そうだけど、それが何か。ちょっと気晴らしに男と温泉に行っただけ。それがバレちゃってさ。そうしたら怒っちゃって。当たり前でしょ、何やってるんですか。主婦にだって気分転換は必要じゃん。それで離婚ですか。こっちが捨ててやるのよ。倫理がどうとか面倒なことばっかり言うし。悪いのはカリナさんですよ。世間の主婦なら誰でもやってることよ。しません、そんなこと。みんなバレないようにうまくやってるだけ。私はドジ踏んじゃったけど、別にあんなに怒らなくてもいいと思うのよね。怒るに決まってます。あんないいご主人裏切るなんて信じられない。退屈なだけの男よ。結婚してやっただけでも感謝してほしいわ。自分のしたことを棚にあげて何言ってるんですか。本当のこと言ってるだけ。その上、あいつ慰謝料払えとか言うのよ。金持ってるくせに。あんなせこい男だと思わなかった。金持ちだから結婚してやったのに。カリナさんの遺産だから当然ですよ。うっざ。あんたもヤストと同じ。やっぱ他人はいらないわ。どういう意味ですか。最初に言ったでしょ、出て行けって。そこは私の家なんだから。どうして私が。それに私もう実家もないし、ここを出て行ったら行くところがありません。嫁なんて所詮は他人だし。あんたは野宿でもしてなよ。そんな勝手な。私はね、その家に生まれた時から住んでるのよ。あんたよりずっと長く住んでんだから、私の方が権利あるの。3年前お母さんが脳出血でお倒れになったって連絡しても一度も来てくださいませんでしたよね。でも今は動けるんでしょ。ヤストからそう聞いてるよ。ええ、
ご自分のことは自分でできるくらい回復されましたよ。すごくリハビリ頑張られて。だから帰ってあげるの。家帰っても寝たきりババアがいたらうんざりだもんね。でもあの時電話も出てもらえなかったし、 LINE も返信すらありませんでした。別にあの世に行ったわけでもないのに連絡する必要ある？お母さんが心配じゃなかったんですか？全然。なんかあったらまた連絡あると思ったし。それでもヤストさんはお見舞いに来てくださいましたよ。あんたが勝手に連絡したからでしょ？だってカリナさんと全然連絡取れないから、何かあったんじゃないかと思って。おかげでヤストにお母さんの面倒を見ろとかうるさいこと言われちゃったじゃない。お母さんずっと具合が悪くて伏せっていらっしゃったのよ。お兄ちゃんからもそんなような LINE 入ってたわ。それなのに何の連絡もしてきてくれなかったんですか？だからよ、介護しろとか言われたら面倒だもん。お母さんはいつもカリナさんのこと気にかけていらっしゃったのに。そりゃ親子だもん。親が子供の心配するのは当たり前。でもその逆はなし。これ世の中の常識ね。お母さんがお気の毒です。カリナさんが来て少しでもお母さんのお世話をしてあげたらきっと喜ばれましたよ。介護するくらいなら天国行ってくれた方がいいわ。よくそんなひどいことが言えますね。私の親だから私が何を言おうが自由。あんたはとっとと荷物をまとめて出て行け。私は玉木、35歳、結婚7年目。夫の両親と同居しています。私の両親はすでに他界していて、とてもよくしてくれる義両親を実の親のように思っています。義妹は5年前に結婚したのですが、それ以来全く連絡がありませんでした。今回いきなりの連絡で驚きましたが、どうやら私を追い出したい様子。でも私は出て行く気はありませんので放置することにしました。そうしたら本当にバカなことをしでかしてくれました。1週間後。ねえねえ、もう出て行く準備できた？カリナさん、あなた高幸さんに変なこと言いましたよね。何のこと？私が浮気してるとか、その男と駆け落ちするつもりだとか。やだ、お兄ちゃんったら、もうあんたに喋っちゃったの？何考えてるんですか？あんたがすぐに出て行くって言わないからよ。しかも高幸さんだけじゃなく、お父さんやお母さんにまで。あんたが出て行きやすい状況を作ってあげたの。私って親切。私出て行くつもりはありません。何？まだ私の家に居座る気？ここは私の家です。やっぱり乗っ取る気なのね。そういうわけじゃありません。私たち家族の家だという意味です。だから言ったでしょ、あんたは家族じゃないって。他人なの。家族は私。あんな嘘吹き込まれたおかげで私すごく居づらくなりました。あ、そう、それはよかった。ちょっとひどいと思います。でも本当はいるんでしょ、そういう相手。そんなわけないでしょ。だってお姉さん結婚してもう7年じゃん。そうですけど。じゃあ絶対浮気してるはず。何ですかその定義。だってあんな退屈なお兄ちゃん一人で7年も我慢できるはずないじゃん。高幸さんは誠実で優しくて一緒にいてすごく安らげる人です。くっさー、何その安っぽいドラマみたいなセリフ。なんでそうまでして私を追い出したいんですか？しょうがないじゃん。あんたがいたら私の部屋がないんだもん。はい？私の部屋って今あんたの仕事部屋になってるんでしょ？そうですけど。私の部屋を勝手に使うなんて許せない。それも3年前に連絡しましたよね。お返事いただけませんでしたけど。お母さんがお倒れになって、私在宅ワークに切り替えて家で仕事をするようにするから使わせていただきますって。あん時はもう一生戻るつもりなかったからどうでもいいやって思ったの。でも帰るとなったら明け渡してもらう必要あるし。だからってあんまりです。まあいいじゃん。でみんなはなんて言ってるの？私の言葉信じた？なんか嬉しそうですね。いつも真面目ぶってるあんたの泣きっ面が見られたら楽しいじゃん。そんな風に思っていらっしゃったんですか？それしかないわ。みんなあんた疑ってるんでしょ？私迫真の演技してあげたもん。そうみたいですね。おかげで高幸さんにもですけど、お父さんやお母さんにまで浮気相手は誰かなんて責められて。誰も信じてくれないなんて。家族なんて言ってもそれだけ薄っぺらい関係だったってことよ。今までうまくやってきたのにこんなことでバレるなんて。え？
もしかして本当に浮気してた？ああ、いえ。やっぱりね、お兄ちゃんなんかで満足できるはずないもんね。そんなことありません。あんたって強欲そうな顔してるもん。カリナさんほどでは。は？ふざけるな、この浮気女。これであんたも終わりね。私はお兄ちゃんたちにも感謝されること間違いなし。どうしてですか？あんたの本性を暴いてやったんだから。ひどいわ。私今までみんなと仲良くやってきてたのに。ざまあみろ。あんたがすぐに出て行ったらバレないで済んだのにね。私に逆らうからよ。私ずっとここにいるつもりだったのに、こんなことになるなんて。今すぐ出て行け。その顔でも浮気はできたんだし、世の中にはまだ物好きな男が残ってたんだよ。絶滅危惧種とか？そこまで言わなくても。あ、ごめんごめん、私って嘘がつけないから。ショックです。じゃあ帰る日決まったらまた連絡してあげる。その日までにはちゃんと出てってよね。3週間後。来週そっち帰るから、私の部屋綺麗に片付けておいてくれた？はい、綺麗さっぱり片付いています。あら、なかなかいい心がけね。それに比べてうちの旦那と来たら。ヤストさんどうかされました？どうしても慰謝料払えって言うの。結構粘ったんだけどしつこくって。あの顔で私みたいな美人を嫁にできたんだから、それで満足しろって言ってやったのに。そうなんですか？まあ家帰ったらお父さんに払ってもらうからいいや。どうしてお父さんがそんなお金を払われるんですか？子供の不始末は親の責任じゃん。カリナさんもう32ですよ。親が責任取らなければいけない年齢じゃないですよね。そんなの関係ないよ。私たちは血のつながった親子、つまり家族なんだから。だいたい父親っていうのは娘が可愛いの。そう思っていらっしゃるんですね。他に何があんのよ。そうでなかったらあんな古ぼけた実家になんて帰りたくもないわ。でもヤストがこのマンション今月いっぱいで引き払うって言うから。ほんと融通の利かない男。そりゃそうでしょう。真面目なだけのただのバカ。ヤストもあんたみたいに浮気してくれていればこっちが慰謝料取れたのに。ヤストさんはきちんとした倫理観を持っていらっしゃいますからね。あんたが言うな。よっぽど私を他の男に取られたのが悔しかったのね。心の狭い男だわ。そういう言い方は良くないわ。私にお説教する気？自分だって浮気バレて追い出されたくせに。ああ、もちろんもう出てったんでしょうね。とっくに出て行きましたよ。明日は取り壊したし。は？前の家は売って二世帯住宅も建てたんですよ。どういうこと？お母さん随分お元気になられましたけど、やっぱりバリアフリーがいいなというのもあって。何言ってんの？そんな話聞いてない。お父さんたちもお兄ちゃんも私が連絡した時に何も言わなかったよ。さすがに呆れられて何も言う気力がなくなったそうです。ゆうにこと書いて私が浮気しているとか言ってくるなんて。どういうこと？全然わかんない。だってあんた浮気したんでしょ？バレたって言ったよね。すみません、全部嘘でした。は？カリナさんノリノリだったから私もちょっと乗ってみました。え、何？意味わかんない。まさかあんな簡単に信じるなんて。嘘つく人って人の嘘にも簡単に乗せられちゃうんですね。私を騙したってこと？ひどいじゃない。最初に家族を騙そうとしたのはカリナさんでしょ。私が実の家族なのに、なんで私よりあんたを信じるのよ。今までその家族をないがしろにしてきたのはあなたでしょ。自分が都合悪くなった時だけ頼るなんて、そんなの家族じゃありません。娘なんだからいいじゃない。限度を超えました。わかった、じゃあこれからは心を入れ替える。これでいいでしょ。そんなの誰が信じるんですか？私も新しい家に行きたい。私を追い出そうとしたこと、みんなすごく怒ってますよ。それは謝ってあげるよ。だからもういいじゃん。家の場所教えて。教えません。なんでよ、あんたも住まわせてあげるよ。私たち家族の家です。私も家族よ。もう家族ではありません。もしかしてそのせい？何がですか？お父さんもお母さんもお兄ちゃんも全然電話も LINE もつながらないの。もう縁を切るとは言われてましたからね。私にしたことだけじゃなく、ヤストさんを裏切ったことも人として到底許せないってお父さんカンカンでしたから。じゃあ私どうしたらいいの？
もうここ出なくちゃいけないのよ。帰るとこないじゃない。ご自分で何とかしてください。無理、お金だってないのに。知りません。家族なんだから助けてよ。もうお話しすることは何もないので、今日限りで私もブロックしますね。そんなのひどい。カリナさんがしてきたことに比べたら大したことじゃありません。これからはお母さんの面倒も見るから。大丈夫です、お母さんには私たち家族がついています。ではそういうことで。お願い、見捨てないで。失礼します。待って、私たちは家族よ。後日談。カリナさんは住んでいたマンションにしばらく居座っていたようですが、家賃が払えなくなってとうとう追い出されたとか。ヤストさんに泣きついたようですが、もちろん受け入れてもらえるはずもなく、今は安アパートでパートをしながら慰謝料支払いのために極貧生活を送っているらしいです。ヤストさんが離婚報告をされた時にそんなことをおっしゃっていました。私たち夫婦は新しい家で義両親と共に快適な生活を送っています。これからも家族仲良く暮らしていこうと思っています。あんた結婚したんだって？そうだけど、何？じゃあその旦那さんミサにちょうだい。は？高校の時もミサに彼氏を譲ってくれたでしょ？ミサが奪ったんでしょ？私は何もしてないよ、向こうからアピってきたの。もう昔のことはどうでもいい。そうだよね、大事なのは今だから旦那さん譲ってよ。私が結婚したって誰から聞いたの？あんたのインスタで見た。鍵かけてるはずだけど。私の裏垢でフォローしてたの、気づかなかった？じゃあずっと見てたんだ。投稿見た時はびっくりしたよ、なんで幼馴染の私を結婚式に呼んでくれないんだろうって。ミサを呼んでもろくなことにはならないからね。どうしてそんなひどいこと言うの？幼馴染とか言ってつきまとってくるけど、いつも私に嫌がらせしてくるだけじゃない。そんなつもりなかったわ、ゆりかは私の大事な友達よ。普通友達に旦那ちょうだいとか言わないよね。どうかしてるよ。だってゆりかの旦那さん相当なお金持ちでしょ？え？大手グループの次期社長を捕まえるなんてゆりかも大したもんだね。どうしてそんなことまで知ってるの？インスタには書いてないはずだけど。それは自分で調べた。素敵なウェディングドレスだったし、きっといいの捕まえたんだろうなーって気になって。私に執着するのをいい加減やめてよ。そっちこそ被害妄想やめてよね。どこが妄想なの？中学生から私が仲良くなる子に必ず近寄って私の悪口吹き込んで、高校では彼氏を奪って大学も一緒で、バイト先も真似してきて、好きな人重ねてきて、もううんざりなんだけど。全部偶然だよ。なわけないでしょ、ミサは別の大学に行く予定だったって聞いたよ。気が変わっただけ。バイト先だってわざわざ家からも大学からも遠い横浜で働いてたのに、そこまでついてきたでしょ。私も横浜に憧れを持ってたのよ。そんな言い訳通用しない。人の夫を取ろうとしてる時点で今までのも全てわざとだったんだって確信できたよ。あっそう、じゃあもうそれでいいや。あんたがハーフ顔の美人だからって調子に乗ってるのがいけないんだからね。何それ。っていうかミサって彼氏いなかった？いるよ。じゃあ私の夫を取るって話は何なの？今の彼氏は捨てるだけだけど。最低。だって今彼顔はタイプだけど年収300万なんだよ、無理じゃね？だからって捨てるって言い方はないでしょ。誠心誠意向き合って別れるならわかるけど。そういういい子ちゃん流行りじゃないよ。発言がクズ。はいはい、何とでも言って。あんたの旦那は必ず私のものにしてやるから。どうやって？ミサちゃんリサーチが今もなおどんどん進んでいるのでね。27にもなって一人称名前なのをどうにかした方がいいよ。顔が可愛いからオッケーなのだ。痛い。私はユリカ、27歳です。2ヶ月前に3つ年上の夫と結婚しました。夫のヒロとは1年前に出会い、割とすぐに結婚の話が出ました。私も男らしい彼に惹かれ、きっとうまくいくと思ったんです。結婚式を終え、さあこれから素敵な夫婦生活の始まりだ、そう思っていました。しかし腐れ縁の幼馴染との再会でこの状況が一変してしまうのです。ミサはいつも私を不幸にしようとする許せない存在です。
でもこの存在が後々私を幸福に導いてくれるとは思いもしませんでした。数日後。俺を騙したんだな、この嘘つき女。何の話？ユリカが整形していたなんて、これは詐欺だ、訴えてやる。ちょっと待ってよ、私が整形してないんだけど。隠そうとしたって無駄だぞ、慰謝料300万払え。一回落ち着いてよ。落ち着けるか。俺が何のためにお前と結婚したのか分かってないみたいだな。何のためって、お互い好きだからじゃないの？バカ言うなよ、俺には相手なんていくらでもいる。は？俺は次期社長だぞ、モテモテなんだよ。だから何なの？お前を選んだのは完璧な子供を作るためだ。サイボーグ？そうじゃない、お前のそのハーフっぽい顔立ちが大好きだったんだ。俺とお前の遺伝子なら美しく頭のいい優秀な子供が生まれるだろうと信じて結婚したんだ。それはどうも。それなのにハーフ顔は整形だったなんて、こんなのはあんまりだ。いやだから。そりゃそうだよな、おかしいと最初に気づくべきだった。何がよ。お前は純日本人のはずなのに美しいハーフ顔、おかしいよな。確かにハーフじゃないけど純日本人ってわけでもないよ。じゃあなんだ、妖怪の血でも入ってんのかよ。いい加減にして、そんな馬鹿げた話どこから仕入れてきたのよ。お前の幼馴染から聞いたんだ。まさかミサ親友なんだってな。騙されている俺が心配になってこの間会社を訪ねてきたんだよ。親友？バカ言わないで、全然違うから。それに急に会社に訪ねてくるような変な人の話をなんですぐ信じちゃうの？ミサさんが嘘をつくメリットが何もないだろ。親友なのに結婚式に呼ばなかったのも整形がバレるのが怖かったんだろ。違うわよ、それにメリットならある。あの子はお金目的でヒロと結婚したがってるの。それはお前だろ。は？俺と結婚したいがために3000万の金をかけて整形し、偶然の出会いを装ったんだ。何その妄想物語、ふざけるのもいい加減にして。妄想じゃなく全てミサさんから聞いた話だ。泣きながら話してくれたよ、親友の暴走を止めたいって。あの子女優か何か、そこまでするんだ。整形を認めてさっさと俺と離婚してくれ。整形は認めない、してないから。でも離婚はいいよ、私と結婚を決めた理由が気持ち悪くて鳥肌が立った。俺も鳥肌が立つよ、この整形サイボーグ。もう話にならないわ、家に離婚届置いていくわね。私は出ていくから。ああ、もう帰ってくんなよ。1週間後。慰謝料の支払いはまだか？まだそんなこと言ってるんだ。離婚が成立したからって詐欺をしたのには変わりないんだから、払うのが当然の義務だろ。あなたが払う立場でしょ。どうして俺が、適当なこと言ってんじゃねえぞ。浮気しているのを私が気づいていないとでも思ったの？は？結婚して2ヶ月しか経ってないのに、その間何人の女と浮気した？してねえし。今さら隠さなくてもいいよ、バレバレだったから。証拠でもあるのか？あるわよ、車の中で見つけた見知らぬリップとか、ホテルに泊まったレシートとか、いろいろ。リップが落ちてたのか？ああいうのって浮気相手が本妻にアピールするためにわざと置いていくらしいわよ。そんなアピールしたのはどこの誰だよ。ミサじゃない？え？ミサに声かけられた日にそのままホテル行ったでしょ。なんでそこまで知ってるんだよ。ミサ本人から LINE が来たから。あいつアホなのか？あの子は私にマウントを取るのとお金持ちと結婚するのが目的だから。まあそれでもいい、俺はあいつの顔が目当てだからな。顔？あの綺麗な顔いいだろ、彫りが深くてパッチリな目。あの遺伝子ならいい子供が生まれそうだな。じゃあもう結婚しようとしてるんだ。てか昨日婚姻届を提出した。え、早くない？男はすぐにでも再婚できるからな、善は急げだ。全く善じゃないけどね。ひがみか。そうじゃなくてさ、もうかわいそうで見てられないから真実を教えてあげるね。なんだよ。グループにしてなんか用？二人にかわいそうな真実を教えてあげようと思ってね。だからなんなんだよ。じゃあまずはヒロに教えるね。ミサは整形してるよ。それはお前だろ。
ミサは自分がしたことを人がしたように話してただけ。バカなこと言ってんじゃないわよ。高校生の時の集合写真があるから見る？やめて。やめてってことは整形は本当なのか？いや、写りが悪かったら嫌だから。ユリカ、見せてくれ。はい。ミサはどこだ？真ん中の列の一番左。このメガネザルみたいな女がミサ？違うの、メガネかけてるから顔が歪んでいるだけ。度が強いのよ。口元も歪んでるんだが。これは矯正前で。あれ、一番下の列にいる真ん中の子ってユリカじゃないか？そう。全然変わってない。だから言ったでしょ、整形してないって。そもそも私ハーフじゃないけどクォーターだし。おいミサ、俺に嘘をついていたのか？違うのよ、ユリカが整形したのは高校入学前で。じゃあ小学生の時の写真も見せましょうか？いや、いい。このメガネザルが嘘をついていることはよくわかった。失礼よ。これで終わりじゃないからね。次は二人ともびっくりするわよ。次は何なの？ヒロは次期社長じゃなくなりました。やった。え、あれまだ知らされてなかった？それどういうことだよ。お父さんが現社長じゃない？今回のことを話してヒロさんに慰謝料請求する旨を伝えに行ったの。親父に？そしたらそんな非常識な行動をするヒロを社長にはできないって。浮気ぐらいいいだろ。何なんだよ。あなたは会社の大きさを理解してないよね。社長の浮気行為なんてテレビで報道されてもおかしくないのよ。マジかよ。お父さんは次期社長という肩書きで女性を釣り上げようとするあなたの行動にもかなり怒っていたわ。じゃあ親父はまだ社長をやり続けようっていうのか？いや、あなたの弟さんであるユウくんが継ぐことに決まったって。そんなの俺は許さないぞ。ユウに社長なんて務まるはずがない。お父さんは最初からユウくんを社長にと思っていたらしいけど断られていたんですって。そんな話聞いてない。言ったら傷つくと思ったんじゃない？そんな。なんだ、あんた貧乏人になるのね。じゃあもういらないわ。うるさいぞメガネザル。何よこのバンクラ息子。二人とも仲がいいね。どこがそういうところ。うヒロとミサには浮気の慰謝料をしっかり払ってもらうからね。私も。離婚する原因を作ったのはあなたでしょ。俺金ないよ、もう次期社長じゃないもん。ふてくされても請求するものは請求しますから。まさかこんなことになるなんて。きっと今頃顔が真っ青になっているんでしょうね。その通り。ねえミサ、これで懲りた？うるさい。あんたがちょっかい出してくれたおかげでこんなバカ旦那と別れることができたからよかったよ。あ、そう。ありがとね。何よ勝ち誇った顔して。顔は見えないでしょ。もうどうしてこうなるの。負け犬の遠吠えだね。後日談。おバカな二人にはそれぞれ慰謝料150万円請求させてもらいました。ヒロはあの後父に直談判しに行ったようですが全く話を聞いてもらえなかったようです。ミサは私にちょっかいを出し続けたことを後悔しているでしょうね。この腐れ縁を断つためにこの間縁切り神社に行ってきました。ついでに良縁を持ってきてくれるといいな。